はい、生放送をご覧の皆様、皆さんこんにちは。はい、ということでね、もう会場はものすごい熱気であります、こちら岡山ジョイポリスからお届けしておりますイニシャル D アーケードステージ0走り屋交流会 in 岡山ジョイポリス、これより開始いたします。いやー、すごい盛り上がりじゃないですか、マッケポン。そうですね、もう本当に毎回毎回熱気がすごくて、もうありがたい限りですね。ついにね、はい、今日はお客さんがプラカード持ち出しましたからね。そうですね、なんかもうもうなんか甲子園みたいな感じで気合の入り方がもうプラカード、タスキ、もうとにかく何でもありなんで。いやでもね、この大会を、まあ、チョコさんも見てて、なんかどんどん会場増すごとにお客さん楽しんでる感出てません？そうですね、もうどんどん熱くなってますよね。ねえ、はい、いやもう見る方がめちゃめちゃ楽しんでるけど、あれ多分読むまでね、読むまで掲げるつもりですよ水島目指せ優勝はい、ということで今回これが5会場目ということで、はい、始めていくわけですが、さあではまずイベントの、ね、説明をする前に、本日こちら、我々と一緒に盛り上げていただくゲストの方をご紹介していきたいと思います。ではまずこちらの男性、なんといってもこのイニシャル D8、そして優勝、現在は公認ドライバーとして名解説を展開しておりますマッケポンです。はい、よろしくお願いします。もう本当に皆様の盛り上がりがあるのが一番盛り上がるんで、今日は声出しその他いろいろお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして自身もイニシャル D をプレイされ、今日も楽しみで来ております、ロサンゼルスから帰ってきたばっかりですが、はい、はい、プロゲーマーのチョコブランカさんです。はい、チョコブランカです。今日も皆さんと精一杯楽しんで、もう思う存分楽しんで帰りたいと思いますので、皆さん今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやー、ということで会場がね、めちゃくちゃなんか人いて、そうですね、もうちょっと後ろ見えないので、そう、後ろ見えないでしょ多分これもうちょい前詰めて、このカメラの前の席とか意外といいんですよ。そうですね、あの座ってちょっと立つときにカメラ見て映りたい人はここいいですね。なので最前列の方とかちょっともう全然座っていただいて構いませんので。そうですね、座ってもらった方が後ろの方見えると思いますんで、よかったら。まあでもね、僕岡山結構いろんなイベントで来たりしてるんですけど、はい、割と目立ちたがり屋のくせにみんないい人なんでちょっとシャイなんです最終的に。そうなんですよ結構シャイな方多いんです。なるほど。なんでね、まあどんどん盛り上がってきたらみんな前の方来ていただいて構わないので、全然遠慮いらないですね。みんなで楽しんでいただければと思いますんで、どうぞ後ろの方どんどん混んできてますんで、会場前の方にお詰めください。さあ、ということでこちらのイベントの方なんですが、現在放送をご覧いただいている方に今一度ですね、この走り屋交流会、はい、どういったイベントなのかというものをご説明させていただきます。こちらのですが、事前に、こちらの予選行われておりまして、そうですね、はい、期間の方で今回のエリアは中四国のオンライン予選メンバー、中四国っていうくくりなんでしたっけ、はいはい、そうですね。その中の上位の7チーム、この上位の7チームが、現在シードをされて、今回こちらの方に出場が確定と、はい、そしてさらに当日、本日予選が行われておりまして、これはタイムアタックですよね。そうですね、はい、このタイムアタックで上位に入った1チームが、はい、まあ、資格として第8番目の挑戦者として来るということで、はい、これはちょっと今誰が入ったのかは後でちょっと見てみますかね。そうですね、もうかなり興味深い面々が入っているので、ここもちょっと注目ですね。はい、もうじゃあもうマケポンにその後で言ってもらうとしてそうですね、簡単にね、まあ、ルールを説明すると、この走り屋交流会で行われる、この地域の最強決定戦に関しましては、基本的にチーム戦です。はい、このゲームは本当チームを組むということが非常に重要ですので、チームメンバーで、それぞれ、まあ、コース、これをくじで引いていただきます。コースは今これ5コースで変わらないですよね。そうですね、今日、はい、そのままの
最初からのルールが継続されてますね。はい、最初からのルールがそのまま適用されておりますので、5コース、そしてその中に自由選択というのもあるので、はい、そうですね、これが結構鍵を握る、もう、はい、自分の有利なコースを選べるというところでもうすごい狙っていきたいツールではありますね。そうですね、はい、まあ、そのコースを選択していただき、各チームで上り下りもしくは、往路復路左回り右回りというところを、それぞれで、まあ、担当していただいて、一方のチームが2勝してしまえばそのまま勝ち抜け、1人ずつ勝ったらば、まあ、勝った者同士による決定戦を行うというルールで行われております。ということでこのね、大会はもう全国各チームは回っているんですが、まあこの交流会という中でもすごいレベルがね、まあそうですね、回を追うごとに高くなってきているのがもうすごいので、もうみんな最近もう真剣にやりに来てますからね。いやでもいいですよね、ガチ勢とかもね本当に。でそれを見て中堅プレイヤーがそれに一矢報いる瞬間があるんですよ。ドラマがね、意外とそのジャイアントキリングというか、もうそ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 う、これがもう本当この大会の魅力だなと思って見てるんですが、はい、さあでは早速ですけどマケポン、はい、今日のトーナメントとあとは、はい、あと注目のプレイヤーとかですね。そうですね、じゃあちょっと紹介していきましょうかね、はい、じゃあチョコさんちょっとお願いします。はい、ダダーン、本日のトーナメントはこちらになっております。はい、トーナメントこんな感じです。はい、でちょっとまあ注目チームというところで紹介していきます と、まあここのチームワロタ、ここはもうランカでちょっと今固めてきているという情報が入っているのでめちゃめちゃ強い。でこの下チーム水戸黄門、ほうほう、ここはもうなんていうんですかね、もうなんて見たら、あ、見たことあるっていう人が多分出てくるので、へえ、もう僕もちょっと注目のチーム、注目、過去のと過去というかもう今でも現トッププレイヤーがもう出てくるので、ちょっとイニシャルのちょっと有名兄弟っていうか、おう、ちょっとすごいところが出てくるのでちょっと注目してください。ヒントが出た、はい、ヒントでその次が、はい、大応援団がいるチーム水島、そうですね、もう地元岡山のチームっていうところでもう応援がすごいです。でそちょっとあの多分気が済むまでちょっとカメラの前見切れるぐらいだったらいいですよ。でその次が、チームザ・ベイ、これがそうですね広島のチーム、はい、もう中国の覇権を取りに来たっていう感じでちょっと今来ているのでちょっと注目ですね。注目ですね、はい、じゃあまあざっとおすすあの注目チームはこんな感じで、はい、ただまあ全体的にレベルは高いのでもう一戦一戦、はい、もうほぼ一緒なるほどねっていうところで、あとはもう時の運というか勝負の運で決まるところかなっていうところですね。はい、さあということでね、もうすでに意気揚々とこの後大会が始まろうとしているところですが、はい、もう会場内ちょっとねカメラさんもし触れたらですね、会場の選手のこのめちゃくちゃ、いやいいですね夏休みに入りましたしね、夏休みって感じですよ、夏休み、まあこういうノリなんですよ。そうです ねだけど本当にもう体育会系っぽく見えて実はもうコミュニケーションとかすごいちゃんと取れるメンバー多いんで、そうですね、もうね、いやもうおっしゃる通りちょっと古き良き感じがありますね、やっぱり古き良きがね、もう最近ちょっとおとなしい人が多いんでもうこうやって全米に出て応援 してくださる方がもう本当に嬉しいっていうか、もう僕はすごいですけどまさかの岡山会場に来て、はい、俺たち喋ってるのにいちいちレス入れてくる人いると思いませんよ初めてですね、はいはい、初めてまあでも会場と一体感しながら、はい、この熱気をですねこのカメラの奥で配信をご覧いただいている方にもお届けしていきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、さあそしてイベントがですねこれ終了した後にもいろいろとね、この会場限定のコーナーがあったりとか、皆さんこれアイミーカードってタッチしてもらいました会場で。そうですね、奥の方にちょっとアイミーの機械がありますので、はい、タッチしていただけるとそのエキシビジョンマッチに会場側が勝つとあのお得な特典があるんでよろしくお願いします。そうそうそう勝つとね、はい、すごい、はい、いろいろ、はい、しかも今回のエキシビジョンマッチはちょびっといろんなおまけもついたんで。なるほど、ね、今までとちょっと違う、ちょっとおまけ、デジタルアイテム以外のおまけだねはい、おまけっていうのもあったりします。さあその他本当会場の抽選会なども、これ終わった後ですけどありますし、まあもろもろと、お届けしていく内容盛りだくさんでいきますが、はい、まずは
この後いよいよですね、はい、この大会の目玉となる最強決定戦を、はい、お届けしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということで本日の、司会進行を担当させていただきます私セクシー斉藤です。よろしくお願いいたします。ありがとう、ありがとう、頑張るよ。さあ、それではこの後早速お届けいたしましょう。走り屋交流会 in 岡山、最強決定誰なのか、中四国のトップは誰なのか、ご覧いただきましょう。それでは進めていきます。では、はい、選手のコールを早速でありますが、チョコさんお願いいたします。はい、それでは、チーム神有月さんところと、あとワロターチーム前の方に来てください。はい、前の方にお願いします。ゾロゾロと、チーム神有月、そしてワロタさん。じゃあ早速あのコースの方をね、そうですね、じゃんけんをしていただいて、じゃんけん、まずじゃんけんですね、まずじゃんけんですね。あ、シャワーグー、じゃんけんぽい、こうでしょ、あいこでしょ、はい、おコースで、はい、はい、さあどこになるか引いてくださいね。はい、出ました、いろは坂、いろは坂、いろは、はぁ、来ましたね。さあ、ここはちょっと癖のあるコースが来ましたね。ということで、ジャーケンを負けた側はあのシード選択になります。じゃあシート、どちらのシートにされますか。どちらのシートで、あ、こっち、白か黄色で、白、はい、白で、はい、それでは、そうですね、下りの第一試合のメンバーの方からよろしくお願いします。さあ、では下りのメンバーは前へ、お願いします。さあ、そして皆さんね、これから大会出られる方よーく覚えておいてください。ここにカメラついてます。しっかりね、カメラが、あー、そっちじゃない、同時じゃないんで、こっちは大丈夫です、こっちは大丈夫、あ、大変、あの全部一台進行でいきます。あ、一台進行、一台進行でいくんで、もう一試合一試合見れると。さあ、ということでこの映像をご覧いただければと思います。今ちょうど両者がプレイインしてシートに降り立った姿がこのようにカメラに映し出されます。ですので各選手ドライバーの方はですね、ここでいろいろポーズを取るなり、本当にまあ、ネットに対して特にリテラシーのある方はここでね、うまいポーズを取ったりするので、ぜひここでもアピールしてください。まあ、真面目だなこの2人。いや、まあ試合前なんでね、結構緊張感漂ってますね。そうですね、うん、さあ、ではまず入りました。うわー、いきなりこれ来た、明星が、そうですね、明星4桁ランカーがいきなり登場ですね。まあ、今多分全国にか、まあ、10名以下それぐらいのもう、はい、数少ないプレイヤーの中の一人なので、もうこの大会のレベルの高さがいきなり分かるのかなというところですね。さあ、本間芽衣子、そして光る、さあ、じゃあ第一試合がこのまま始まっていくところですが、はい、さあ、出てきましたね。お、さあ、見てまいりましょう。これが開幕戦となります。本間芽衣子 VS 光。さあ、いった、さあスタートしていきました。ちょっと今スタートをミスしていきましたね。さあ、第1試合チームワロタが本間芽衣子さん、そしてチーム神有月さんが光さんですね。両方 FC ですね。そうですね、お互い FC という選択になってきました。最近ちょっと割と主流な選択というか、対戦番長感のある車を選んできましたね。なるほど。さあ、第1コーナーを突っ込んでいくが、いや、押してきて、いや、守っていきますね。ここら辺の駆け引きはちょっと大事にしていきたいところですが、いろは坂というコースは速度差が激しいので、はい、そのブレーキングする体勢であったり、その押されるときが結構しんどいのが、ちょっと試合展開の、はい、左右するところですね。まあ、いろははね、福岡の大会でも相当ドラマを生みましたからね。そうですね、ちょっと上位プレイヤーが割と負けやすいという印象があるので、はい、ちょっと注意してはいきたいところですね。そう、油断大敵というコースであります、はい、さあ、序盤まずは、さあ、第1セクターは本間芽衣子さん優勢な感じで進んでいますが、いや、光さんも全然ついてきますね。そうですね、これはもう
ちょっと油断はできない展開ですね。逆にここからちょっと揺さぶって前を狙っていきたいところです、ね、さあここから連続で仕掛けるタイミング、さあ守って、いや、うまいですね。この相手の出てくるところを読んでいる感じがやっぱりもう4桁ランカーというかもう非常に素晴らしいスキルですね。さあここからまた、あ、うまいですね、このインを引かない、そうですね、インを塞ぎながらもう後ろをちゃんと見てますからね。さあここでちょっとインが空いたが、いや、守っていきますね。いけそうでなかなかいけない感じですね。あのコーナリングの脱出速度が速いので、はい、ちょっと後ろのプレイヤーの方ももうちょっと攻めていかないとちょっと牙城が崩せないかなというところですね。さあ中盤から終盤に向かっていくところで、ここがちょっと一つポイントですね、ジャンプポイントです。さあちょっと外を回っていくが、いやー、ヒカルさんもうまく処理していきましたね、ここは。さあここから逆に本間芽衣子さんは立て直していきたいが、さあここからの連続ジャンプです。さあ一つ目ちょっと様子を見て、二つ目これちょっと速度を維持して、いや、来ましたね。ここから三つ目四つ目でちょっと今の展開としては、その序盤攻めないで外側で速度を貯めていって真ん中で狙っていったっていう形ですね。いや、これでちょっとヒカルさんがミスしましたね。さあ第4セクション、ここで 100m の差。いや、これは本間芽衣子さんはちょっともう逃げ切りたい形ですね。ただちょっと欲を出して攻めるとミスをしやすいコースなので気をつけていきたい。まあここは慎重に、はい、そうですね、マージンをある程度取りながら1個目2個目、さあ3個目も、いや、そうですね、いいですね。4つ目、いや、うまいですね。さあ最後ここ抜けたら、いや、安定しますね。まあこのクラスになるとプレースキルにおいてはもうほぼ安定でしょうか。さあちょっとヒカルさんとしては厳しい展開になってきましたね。さあ最後本間芽衣子さん、いや、もうこれはちょっと余裕しゃくしゃくという感じで、いや、強かった。まず開幕戦勝利いたしましたのは本間芽衣子選手、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それでは次選手を交代していただいて、はい、ね、次は逆走の戦いですが、はい、次出てくるのはどういった選手でしょうか。さあここから交代していくところですが、もう初戦終わった瞬間にもチームメンバーに対してちょっと筐体のメンテのインフォメーションをしましたね。おお、やっぱりそこら辺が結構大事なので、はい、癖とかを伝えてみましたね。さあそれで は座っていただいて、はい、大丈夫ですよ。はい、じゃあ代理試合に座っていただいてお願いします。次出てくるのがチョコさん、次がクロスさんと、これはおっかんさんです。おっかんさん、はい、まあ第2試合はクロス @N さん対おっかんさんという、まあ僕はちょっと両プレイヤーとも面識というかちょっと知っているんですけども、過去作から非常に強いプレイヤーで、もう全国対戦で言えばもうおっかんさんなんかも広島のトッププレイヤーですし、あ、そうなんですね、はい、もうちょっと名だたるメンツが来てますね。さあマッチングしていきますが、まあプレイヤーの顔を見るかって結構緊張しますね。まあでもこういう大会になるとこの場に立たされるとさすがに緊張しますからね。いや、もうどんなにもう大会前おちゃらけてても無理なんですよ、精神状況がねえ、本当になんていうか、この 見られる緊張感というか、普段ゲームする緊張感とはまた別の緊張感が出てくる。それもありますね、こんなたくさんの人に見られてるんですもんね。何いるかなって感じですけどねものすごい熱気ですもん。さあということで両名出てまいりましたが、レベル99はもう当たり前で超えてきてるようなレベルですね。そうですね、もうこの上の層がもうガチで狙いに来てる大会って感じですね。そうですね、さあイロハの逆走となります。このまま2連勝となるか。さあ参りましょう、ゴー。さあスタートしていきました。先頭を取っていくのは、さあおっかんさんが前を取っていきましたね。このプレイヤー同士の対決ですが、クロスアット N さんが FC、 おっかんさんも FC というところで、まあ割もう対戦の主流の車を選んできたというところですね。さあただちょっと今クロスアット N さんが攻めていきましたが、ちょっとおっかんさんが守っていきますね。さあ左からの矢抜けて抜いていきますね。
僕のちょっと情報というか、はい、なんていうんですかね、全国対戦をよくやる身としては、はい、クロスアテールさんのいろは逆走はめちゃめちゃ強いんですよ。もう なんていうんですかね、職人技っていうか、ほうほうほう、え、なんでそんな勝ち方できんのみたいな、ちょっとプレイヤーなんで、ちょっと注目して見ていきたいところではありますね。まあそのマッケポンが言うだけのこのいろは逆走、そうですね、ちょっと、いや、お母さんも攻めてきますね。そらっと言ってる間に、おかん、逆にもうお母さんとしては強いのが分かっているので、もうどんどん攻めていくっていう、もう迷いがない感じですね。いや、すげえ、もう抜きす抜かれつ2回やってますよ、すね、これ。さあ、いや、結構これはお母さんがどちらかというとペースを握っているんじゃないかなという展開ですね。さあ、逆にクロスアテーヌさん落ち着いて、ここから立て直していきたいところですね。まあまだ十分に呼吸はつける、ね、タイミングですから、はい。さあ第2セクションから この右を曲がってから第3セクションに入っていくところですが、ここからちょっとコースのテンポが変わっていくので注目ですね。そうですね。いや、ただお母さんがうまい守り方をしていきますね。さあ外から行ってクロスラインを狙うが、いや、ブロック、いや、左右と振るが、いや、硬いですね。硬いですね。さあインディ飛び込んで、いや、ここちょっとあのすり抜けやすいところだったんで、いや、うまく車体を止めていきましたね。さあここからまたどう守っていくか。さあインドアを抑えて、いや、うまいですね。逆にオッカンさんとしてはここからまた攻めていきたいところですね。いや、ただうまい、いや、ただちょっと速度が落ちて、いや、狙っていきますね、やっぱり。いや、ここからどう攻めていくか。ここからもう最終盤なので、ちょっともう一個一個駆け引きが始まっていきますね、はい。さあ右コーナー、ここで抜くか、いや、抜かないで、さあここのきつい左、いや、でもこれ3セクまで相当やり合ってますからね、これ分かんないですよ。おっかんさん、これ来てますね。おっかんあるです、ありますよ、ありますよ、これ。さあここのあと2個どう駆け引きをしていくか、前はここは注目ですね。さあちょっとインガを開けるが、いや、クロスエールさんが速度を合わせてきた。さあ最終コーナー、さあここ飛び込むか、外から回った、いや、速度でいく、守るか、右、守る。最後この駆け引きの仕方は、いや、ちょっと裏をかかれましたね。さあ最後狙っていきたいが、いや、これはちょっと速度、脱出速度が違いましたね。さあこのまま逃げ切る形ですね、これは。さあ逃げ切って、クロスアッテーヌさんの勝利ですね。いや、試合巧者というところでしょうか。見事勝者、クロスアッテーヌ、おめでとうございます。これによりチーム、このランキング5位で入りましたワロタが本間メイコ、そしてクロスアッテーヌが2連勝ということで、見事チームワロタ1回戦突破、おめでとうございます。はい、ではちょっとね、次のチーム、呼びながら、はい、ちょっと今一応ゲームのね、マシンにいろいろと確認をするので、はい、ちょっとチョコさん、せっかくなんで、はい、次のチーム2チームを呼んでいただいて、なんか軽くお話ししましょうか。お話を聞いてみましょうか。それでは次の試合ですね、ミッドコーマンチームと D ラムチームの方、前の方にお願いします。はい、さあチームミッドコーマンと D ラボ、黄門さん、ちょ、前の方にですね、来ていただいて、はい、ではまずメンバーの方お揃いですかね、はい、それではじゃんけんを、代表の方がじゃんけんをお願いします。コースかシートの方を選んでいただくことになります。コースは決まってますね、アキナで決まってるので、はい、まあ、ちょっと今インターバルあるので、せっかくなんで意気込みなんか聞いてみましょうか。はい、じゃあチョコさんお願いできますか。はい、それではちょっとなんか前からなんですけど、ちょっと今回 あの大会の意気込みとか聞かせていただければと思うんですけども、もう結構準備万端ですか。いや、アウトオブ眼中で潰してやるんで角度しておいてください。僕もアウトオブ眼中で潰してやりますよ。あのね、アウトオブ眼中言えてないところがまずいい、言えてないですね。本当はいい人なんでしょうね。いや、いい方がね、出てるんですよ。じゃあ、あの対戦チームの方、意気込みを、その対する準備とかどうですか、できてますか、心の準備は。
店内体制の練習は全くと言っていいほどやってないんですけど、まあ頑張りたいと思います。ああなるほどね。またね、全国対戦と店内対戦だと違いますもんね。もう1名のチームメイトの方はちょっと意気込みをお願いします。おワンチャンやで。ありがとうございます。まあ今ね、このいきなりマイク向けられることもありますんで、あの突然マイク向けられてね、結構全国にさらされてるこのネットの中で一言言われる、やれって言われるの本当ね申し訳ないと思ってます。申し訳ないと思ってますが、今ちょっといろいろとこちら筐体の確認などもさせていただきつつですね、はい、調整をしております。さあ、ではちょっとね、この次戦う水戸黄門 D ラボチームちょっとリラックスしていただきながら、せっかくなんで今日これ、D ラボと聞いて今 D コミを思い出したんですけど、はい、なんかすごいこの全国今日で5回勝目なんですが、うんうん、なんかチームを募集してるんだけどなかなかメンツがこう集まらないとか、はい、あと本当いつもゲーセン自分行ってるんだけどなかなか人と会えなくてチーム入れないとか、はいはいはい、そういう声が結構あるって聞いてるんですよね。ほうほうほう。ね、例えば今日ここでワンチャンなんかチーム募集してるという方もしいらっしゃったらちょっと手挙げていただきたいんですが、おお、いる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 。1、2、3、3チームぐらいかな。そうですね、そこ4チームぐらいあるな。結構ある。まだいるな。いや結構ボツボツ手上がってるね。そうですね。逆に自分が今からちょっとチーム入りたいんだっていう人います？お、あ結構 まあまあいるじゃないですか。結構いるね。入れてくださいっていう声が。これね、例えばこの地域の交流会で、はい、まあ、我々ってこの交流会の目的っていうのはまずまあ強いプレイヤーを一つ目標に中堅層が頑張ってくれるっていう動機づけを一つつけること、はい、あとは地域のコミュニティでみんなで仲良くなってもらうこと。そうですね、それが大事なので、このチームマッチングっていうのもなんかどっかしらでやりたいですよね。まあ、なんで後でちょっとせっかく今手を挙げた者同士の方でせっかくなんでどっかお話ししてなんかここでチーム爆誕みたいなあればね。そうですね、この機会なんで、はい、いいですね、活用していただければ。はい、ぜひぜひ。さあでは、はい、お二方準備の方ができたみたいですので、はい、それではさっきの下りですね。はい、アキナの下り第1試合のメンバーの方お願いします。選手の方着席の方お願いします。さあこの第1回戦第2試合チーム水戸黄門 VS チーム D ラボなんですが、メンバーとしてはちょっと水戸黄門がフルメンバーでエントリーしてきている。すげえ水戸黄門6名埋まってますね。そうですね、この水戸黄門っていうチームは、はい、今日の当日予選突破のチームなんですけれども、はい、まあ兵庫というか関西方面の方から今日来ているらしくて、はあ、もう知る人ぞ知るっていうか、もうすごいチームなので今日は誰出してくるのかなというところですね。さあ誰が出てくるんでしょう。さあ見た感じ第1試合は京介さんが出てきましたね。で D ラボの第1試合はルクシュタソさん。さあ第1試合出てきましたね。いいっすね、もうカメラに足が向いてるところがまずいいですね。いやでも先ほどね言ってましたけど、店内対戦をなかなかあんまりやれてないっていう、はい、まあよくまあこれオンライン中心にやる方も多いと思うんですが、まあこのゲーム一つはやっぱこのリアルで店内対戦であったりとかチーム本当に一緒にやりながらね、そうですね、ここ一つの魅力なんで。ただ最近この交流会前にこの現地に入るともうみんな練習しに来てるとか練習してきたっていう声は結構聞こえてくるので、多分あの参加してるチームに見せないように地元でちょっとこそこそ結構やってきてるところが多いのかなっていうのがいい。なるほどね。いやいいじゃないですか、でもイベントきっかけでそういうのがね。そうですね、で結構その
県内対戦と全国対戦の癖の違いとかがあったりするので、はいはいはい、ここのやり込みは結構無駄にならないというか非常に有利に働くところはあるかなというところです。それでは参りました、ルクシュタソー、現在レベルこちらの方は94。さあ始まっていきますね。ここももうチーム水戸黄門は99レベルの上位層でもかなり固めてきてる感はあるのでちょっと注目ですね。さあコースアキナ下りです。はい、さあスタートしていきました。さあ前をどちらが取るか、さあ京介さんか京介さんか横並びだが、いやルクシュタさんが取っていきましたね。いやこのスタートの競り合いを取って前に出ていきました。さあ第1試合ですが、アキナの下り選択車種はお互いとも FC ですね。さあ第1コーナーを曲がって抑えていきますが、もうなんかもう5回目のイベントですけれども、なんか僕初回の時から見ていると、はい、最初3人の選択がめちゃめちゃあって、はいはいはい、もうあく今作はちょっと3人の時代なのかなとか思ったんですけど、はい、なんか回を追うごとにその車種の選択だったりとかがちょっと変わってきてて、そうですね、そのこの使い方というかここら辺もちょっとポイントなのかなというところがありますね。さあそう言っているうちに第二セクターの中盤に差し掛かってきましたね。まあ、イロハをずっと見てるだけになんかスピード感がすごい溢れてるんですが、そうですね、コースのキャラクターが正反対というか、はい、もう全然違うところなので戦い方も全然違いますね。さあここはいやうまい、この高速コーナー の, そのアウト側からの仕掛けは非常にうまかったですね。逆にちょっと京介さんは逆を突かれてちょっとアドバンテージを作らせてしまった形になっていますね。まあただこの状況においてはまだ全然ここからそうですね、ただ逆にギーラボというチームは TA のスペシャリスト集団っていうところで、なるほど、ちょっとそのメインカードとかではないちょっと TA チームのキャラクターなので、はい、ここもまた注目ですね。さあこのルクシュタスさんなんか もう全国の TA ランキングにかなり名が入る方なので、もうここら辺とちょっと勝負のつけ方は注目ですね。まあ TA 得意な方はそのコースの軌跡が本当に綺麗なので前走らすと手つけられない状況ありますからね。対戦勢と TA のメインの方って、はい、単純に走り方とかも違ったりするのでここは注目ですね。さあうまい、ここは外から待って、さあ外側からいった、さあここいやすぐ後ろにいる、ここどう処理するか、いやうまいですね。さあ最後 E を締めていって、さあただ京介さんはまだ後ろにいますね。さあ第4セクションコーマも入ります。さあここの右からの左、さあインから来るかアウトからか、インからねじ込んできた。さあただ逆にルクシュタスさんはここの最後の後の P コーナーを狙っていきたいところですが、さあいい感じに合わせてきている。さあ右に振る左に振る、どっちから右にいいって飛び込んでいって入ってった。おお、逆にちょっと京介さんはここをねじ込まれましたね。さあ最後諦めないでワンチャンスを狙っていきたいところですね。さあただここのアドバンテージのつき方はちょっとルクシュタスさんが逃げれそうな気配があるが、さあどう追いついてくるか、どうでしょう。ここちょっと緩い左だが、このギリギリ詰まってくるところですが、いやこれはルクシュタスさんが逃げ切る形ですかね。いや最後は落ち着いて決めて、いやーうまかった、これはいや勝負のつき方としてはやっぱり第3セクターの4連続ヘアピンのところのちょっと処理の仕方からの最後の勝負の仕掛け方がもうちょっと一枚上手でしたね。そして最後は前を走らせていけなかった相手でしたね。そうですね、ちょっとチーム水戸黄門からはもう何やってんやみたいな感じの声が上がってますねさあまずは先勝しましたチーム D ラボルクシュタソス勝利、おめでとうございます。さあではルクシュタソがまずは勝利をして D ラボが1枚まず取って、さあ続いて、はい、水戸黄門と D ラボ、さあ次の選手の方椅子の方にお願いします、ね、逆に次は秋名上りになりますので、はい、どういうメンバー選択をしてくるか、さあ巨体の方にお願いします、はい、どうぞ。さあさあメンバーが出てきましたね。チーム D ラボは白オーダーさん、はい、そしてチーム水戸黄門さんはこれはテンペストさんですかね、ちょっと出てきましたね。あーやってますね、いいアピールありがとうございます、ね
顔芸をしたがるっていう。あのね、岡山のイベント来ると顔芸する人多いんですよ。これは気質なんですか？岡山、広島、顔芸が多いんですね。なんかこれ僕の統計かもしれないですけど。そうですね、なんか結構変わり者っていうかおちゃらけた人が多いイメージがありますね。ベースはいい人なんだけど、はい、なんかやれって言われた環境でやらなきゃいけない感じの人がね。そうですね、ちょっと陽気なあの瀬戸内海気候な感じがあっていいですね。さあ、ということで入ってまいりました、この両名であります、はい。さあ、これちょっと紹介したいのは水戸黄門チームから出てきた、はい、テンペストさんですかね、はい。まあ、なんかよくイニシャル D のイベントとかを見てたっていう人だと、あ、顔知ってるぞみたいな、うん、顔見たことある気がします。うん、僕あの一緒にイベント出てた方なんで。座ってましたよね。一緒に座ってました。解説ところで前作の全国対戦のそのポイントランキングの第2位の方なんで、めちゃめちゃ強いです。まあ今もうこれ今名声で651、いやーこれは何ですかね、知ってる人に言葉を言うと刹那さんだったり青い光さんだったりっていう、まあカードネームでやられた方なんですけど、もう天才兄弟のお兄ちゃん登場って感じですね。さあということはもうこれもう完全に、はい、取りに来ましたからね、テンペストさんが出てくるということは。さあ見てまいりましょう、アキナ登り対決まいります、ゴー。さあスタートしていきました。これはテンペストさんが前を取っていきましたね。逆に、水戸黄門チームとしては1勝取られているので、もうここはテンペストさんは負けられない戦い、そうなんですよ、やらなきゃいけないんです、はい、っていうところで、逆にハコーダーさんは、まあ、ちょっと心の余裕がある、まあ、1つ負けても OK ぐらいの気持ちでちょっと攻めていきたいところですね。さあここからの左から、さあストレートに入っていきますが、ここの振り方がちょっと注目ですね。さあ右に振るか左に振るか、この後のコーナーの進入に関わるので大事ですね。さあ ET 飛び込んでいった、いやー閉まってますね。もうこのテンペストさんのブロックといいますか、もうそこら辺の対戦スキルはもう折り紙付きのところなので注目して、はい、見ていきたいところですね。さあしかし、そうですね、こうハクオーダーさんがちょっと隙をついて抜いていきましたが、さあ左右と振られる中、この4連続ヘアピン勝利していく、どう処理していくか。さあミドルラインを使っていくか、いやいい飛び込んできましたね。ちょっとここインに飛び込むと溝に引っかかりやすいところがあるので、ちょっとリスキーなんですが、はい、もうその引っかからないギリギリを狙ってもう飛び込んで、躊躇なくイン取り引きましたからね。もう素晴らしいスキルですね。まあこの辺は、そうですね、逆にここからハクオーダーさんはうまくいきたい、いや外狙った、ちょっと隙をついてきた感じですね。だいたいあの後インに振る形が多いんですが、はい、そのままアウトに行ったっていうところがちょっと裏をかかれた感じですね。さあここでうまくアドバンテージを使ってこの長い直線を逃げ切るとちょっと有利な形になれるかなというところですが、三石ここでどうでしょうか。いやちょっとハクオーダーさんもしかしたらこれは決めれるか。さあここは注目していきたい。さあここからの左右というところで、いやーインは開けたくないが、いや締めていきますね。さあ逆にこのテンペストさんはどう振ってくるか、どう勝負をつけてくるか、ここら辺は注目ですね。さあ右左からのここの右、いや溝危ない、外から、いやうわ、いやこの振り方はもう上品というかもう味のある振り方でしたね今のは。上品もう相手に溝を意識させて、はい、で溝に入ったところをちょっと狙っていきましたね。あさあここから右左とに抜けて、さあ第4セクター入っていきますね。さあまずテンペストさんが前を走る形で、いやここから守りきれるかどうか、ここは多分勝負でのつけどころですね。ハクオーダーさん十分ありますよこれ。さあ飛び込むか、さあまず右様子を見るか、いや様子を見たい、いやこれはやらかした。ちょっとさあ最後まで諦めないでいきたい。さあこの後最後のきついコーナーを曲がって、あとはストレート区間ですね。いやーテンペストさんが逃げていく逃げていく、いやーこれはちょっと怪しいぞ、これはちょっとサドンデスの匂いがしてきましたね。さあ残りがもうあともう少しだ。さあ右コーナーを抜けて最後のラストのストレート、いや追いつけるか追いつけるかというところとか逃げ切られましたね。いやーもうこれは最後もしゃあないですね。第4セクションもう一番最初に仕掛けたかったんですよ。そうですね、仕掛けるところちょっとミスっちゃいましたね。
気持ちは前に出ておりましたが、チーム水戸黄門テンペスト勝利。さあ、それではそうですね、サドンデスにサドンデスです。なりましたので、ルクシュタソさんとテンペストさん、はい、さあ今日最初のサドンデスに入ってきましたね。テンペストさんは連戦となります。ルクシュタソさん前の方にお願いします。ちょっとやっちまったなっていう顔が出てますね。さあシートはそのままの配置になるんですが、はい、あとはこれが上りか下りかですね、はい、これをじゃんけんで決めていただく形になります。じゃんけんぽん。さあ考えるでしょう。さあ D ラボがじゃんけんを勝ち、おっと上りを選んできました、ね、あえて上りできました。下りで勝ったものの上りを選んできた。上りを選んだ。いやー、いやこれちょっと気になりますね。いやーいいですね、ルクシュタソ男を見せますね。この今まで の地方最強決定戦の流れだと、はい、だいたいサドンデスのじゃんけん勝つと、はい、やった一戦目走ったところ走るわ、まあ、っていうのがそうなりますよ。でも王道だったんですけど、ここちょっと意外というか、なぜでしょう。いや、こう単純にコースのレイアウトとして、はい、上りの方に自信があるのかもしれないですね。そのチームメンバーのそのバランスを見て1戦目は下り走ったけど上りを走りに来たっていうところがあるのかもしれない。いやでもだいぶねルクシュタソ悩んだ上でこれ上り選択したんで、そうですね、もうなんか本人としてはどっちでもいいよぐらいの感じになるかもしれない。まあ逆に言うと両方とももう、はい、走れる自信があるんですよね。もうルクシュタソさんはもう前作のアキナ上りも下りも全国トップ10に入られている方なので、なるほど、そこら辺の様子の自信の出かもしれないですね。まあ先ほども前を走った後の安定感は抜群でしたからね。そうですね。さあここのエース対決をどう戦うかっていうところですが、さあ操作始まりますね。さあルクシュタソ、そしてテンペスト、初のサドンデス参りましょう。勝負のコースはアキナ上りであります。さあスタートしていきましたが、さあ両者とも使用車種は第一線から変わらず FC 同士ですね。さあここの戦いをどうしていくかというところですが、さあテンペストさんが第1コーナーを取って前に出てきましたね。ここからの試合展開どう運んでいくかっていうところですが、さあどちらともちょっと様子を見ながら、まだスパートはかけていない感じですね。さあここの右左を曲がってからの長い直線、さあいいにねじ込んでくる。いやーここはちょっともうさっと入ってきましたね。さあここから逃げ切る形を取ってきて、いやーちょっとミスりましたね。いやただ抑えたい。インを塞いで、さあここをどっちを振るか、外に来たのを見ている見ている見ている。さあインをかぶせて、インが空いたところ、いやーこじ開けましたね。ちょっとそのミスをしたところで速度を失ってしまったので、ちょっと苦しい展開でしたね今のは。さあ2つ目3つ目と曲がっていくところですが、いやーさすがテンペストさんももうなんて言うんですかね、速いとかいう次元じゃなくても安定している、もうこの対戦のオーラというんですかね、もう佇まいがあります。まあとはいえなんでしょうね、ちょっとこの2人がまだ第2セクションというところまでこの真相展開を見てると全くなんか、はい、そうですね、ちょっと分からないんですよ。読めないところはありますね。さあルクシュタソがそう言ってる間に、いやー攻めていきますね。アドバンチ取ってまた前に出る。さあここの長いストレートがちょっと見ものですね。さあ右に振って左に振って、この後の左コーナーにどうつなげていくかというところですが、いや割とおとなしめにもう様子を伺っているという感じ、ね、まさに嵐の前の静けさといったところでしょうか、はい、さあ左コーナーを曲がっていくが、いやちょっと外にぶつけたが、いや抑えていく、いやうまく抑えていきますね。ここら辺のアフターケアももうさすがというところですね。お互いのレベルが非常に高いですね。もうここら辺の対戦の慣れてる感っていうところを見ると、そのルクシュタスさんが上りを選択したのもちょっとうなずけるかなというところがありますね。そうですね、しかも前を走らせている時のこの安定性もありますから、はい、もうこの後ろの目の使い方というか、はい、見ているところもさすがですね。うまくブロック、さあしかしさあここから後半セクションに入っていく。1つ目さあインをうまく塞いでいく、2つ目でおお出口でねじ込んできましたね。そうでしたね、ちょっと間を空けたというか、ちょっと
特殊な間合いできましたね今のは。さあただこれ第4セクションここからがおそらく、さあイン側を攻めていって左右と急コーナーが続いて、さあラストの急な左コーナー、ここでちょっともう攻めるしかないですね。最後のさあイン側に入るが、いや抑える、抑える。さあここからの最後左右の振りですが、いやアキラともりはちょっと狭いので、ここはテンペストさんが守りきれる展開になるかもしれないですね。テンペストの、いや最後逃げ切っていく、いやこれはちょっと勝負ありましたね。テンペスト連勝、サボンレスの勝者はテンペスト、そしてと同時にチーム水戸黄門1回戦突破。いや見事でしたね。いやそうですね、ちょっとなんていうんですかね、派手ではないんですが、もうお互いのスキルがもう思いっきり出ている、うん、そのプロ同士って言ったらおかしいですけど、もうハイレベルな駆け引きの中の戦いでしたね。そしてもうかけるところかけてもうしっかり抑えた、う、ね、もうさすがのテンペストさん、堅実な戦い方でした、ね、あそうでしたね。さあではチョコさん次の試合ご案内しましょう、はい、次のチーム、チーム水島来ましたねと対人組チーム前の方にお願いします。はい、よろしくお願いします。さあなんか地元の応援を一斉に背負っているチーム水島が出てきましたね。さあこのチーム水島、コースが自由選択でなんかアキナが選択されたのかな。あなんか一言あるみたいですよ狂気あなんかこれ一言言わなきゃ気が済まないパターンですね。一言意気込みの方お願いします。今日はチームのみんながプラカード持って応援してくれてるので、あの優勝を目指して頑張りたいと思います。いいですね。なんか意外と来てなんかやからかと思ったらちゃんとしたこと言うんですよいい大人です、ね、いい大人ですから本当に。さあこれ受けて、さあ対するチームの方、さあチーム配信組は、今日は、まあ、全力で頑張りたいと思います。さあちょっと緊張している感が全力で頑張っていくことには変わりないので、お互い頑張ってほしいところですね、はい、頑張ってほしいです。はい、はい、それではまず下りの選手の方先に着席の方をお願いします、はいはい、着席していただく形で、コースは自由選択で、うん、アキナが選択された、はい、そうですね、そうですね。さあお互いが席についていきますが、どうですかねチョコさん的に今日の、はい、まあ肩ブロック片側のブロックが終わりましたが、はい、印象としてなんか思うものだったり、ここすごかったみたいなのがですね、まあなんかやはり強いって言われてる方が今のところ勝っていらっしゃるので、ちょっとまた大物食いとかドラマ的なところも見たいなと右半分の方に、はい、やっぱりもう今日も何ですか、各試合散らばってるというか、はい、レベルが高いプレイヤーが散らばってるので、うんうんうん、見る側としてももう一試合一試合本当に面白い感じになってるかなっていうのが、いやまあ正直もう皆さん上手すぎてでもチョコさんも最近めちゃめちゃ練習してて、いやー足元にも及ばないですよ教えてる身としては結構上手くなってるのが嬉しいんで、もこういうのを見てまたさらに伸びてくれると嬉しいですね。いつかこうなりたいですね、はい、さあチーム水島さんは第一下りのメンバーが迫力の早手さん、うん、対するチーム俳人組がカーリンさん、カーリンアットさんが登場してきましたね。さあチーム水島さんはもう岡山のチームというか、もう本当に地元のチームなので、今日も応援がすごいですね。そうですね、いやでもなんか地元の応援は心強いでしょうね。そうですね、これほど強いものはないので、対するチーム俳人組は今日なんと高知から来てますね。もうもう周りの応援がすごい。さあスタートしました、外に出しました。さあもうね、これ応援なのか気を散らしてるのかプレッシャーかけてるみたいな、ね、でもリラックスできるかもしれません、はい、普段の環境で。さあ前を取っていったのはチーム水島の迫力の早手さん。さあお互いの車種選択としては FC 同士ですね。やっぱりもうこの車がちょっと今対戦の軸というか、うん、一番中心にいる。めちゃくちゃ FC なんですね。そうですね、
さあ左コーナーを回って、いやいいですね、これはもう逆に緊張というよりか応援を味方につけてる感じの、うん、生き生きとした走りをしていますね。会場で味方に、はい、でもアーケードの大会って感じがする、すごくね、いい空気ですね。ね、さあ、そういううちにカーリーさんが飛び込んできましたね。さあ、ただちょっと、これはちょっとリスクのある飛び込みをしましたね。さあ、この抜いていくと拍手が起きるといういい感じの空気がこのチーム水島は後押ししていきます。さあ、悪役の早手、ここで 40m の差をつけて第2セクション、ね、このアドバンテージは大きいですね。ここのセクションを前を取れるっていうのはあのちょっと一息つけるというか、そうですね、心の整理ができるので、まあ緊張感との戦いでもありますから、こういう大会はさあいいかにリラックスできるか。さあ右ヘアピン、右ヘアピン、いや、うまいですね。いやすごいですね、もう汗だくのマッケポンをなんと終えたか、内輪で仰いでくれる、内輪で仰いでくれるというサービス。さあここから、あっと、しかしおっと、仲間の応援がちょっとおさらりになっていたところ抜かれてしまった。さあカーリーが逃げていく。あと一気に怒号に変わる。さあさあここから攻めていく。逆にここからどう攻めていくか、ここがもう応援の鍵につながっていくところですね。さあ面白いですね、これ第3セクション、いやこの一番盛り上がる4連ヘアピンで決めてくるのか。さあ1個目ちょっと前を取って様子を見ていくが、2個目さあちょっとミスをした。さあここは諦めないでいきたい。逆にカーリーを逃げていく。さあ3つ目、4つ目、さあいやただ追いついてきている。いやこれはいいぞ、これは全然詰まりました。さあ第4セクション左コーナー、これはクロスライン守る、うおさあこの耳が痛くなる歓声が聞こえてきて、さあ最後の B コーナーを抜けて、さあ最後の直線区間ですね。いやただ追いついてきている。さあここはこれ岡山と高知の意地のぶつかり合い。さあここからどう振ってくるか。さあ右の緩いカーブ、いや開けない、開けない、そこ開けちゃダメ。さあ抑えていく、守る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 、早手守る。さあいや決めに変わった、よしさあ最後のがさあ最後 B コーナーを抜けていって、いやこれはちょっと抜けてしまった、これはいやこれは大試合チームハイジング第一本取りましたね。配信組じゃねえよ、まあ、何だっけ、配信組です、合ってる、はい、いやーすごかったな今、いやもう応援がすごすぎてなんか抜かれておーいってなったんですけど、なんか最後拍手起こってるんですよねまあもうしゃーないというか、しゃーないっていう次次っていう、完全にマッケポンの解説層の僕らの実況が翻弄されるぐらい、いやでも素晴らしいレースでしたね本当に。そうですね、もう抜きつ抜かれつの、もうあったかすぎるいやでもいい展開でしたよ、いい展開でしたね。おさあ第2試合ですね、第2試合上りの選手着席の方お願いします。さあハイジン組がまず1本取りましたのでリーチの状態ですが、はい、さあ逆にチーム水島はこのリーダーの水島さんが出てきましたね。さあリーダーが出てまいりましたおお、ここのかかるプレッシャーとか応援団がもうもう部活みたいいやー、ゲーム楽しんでるって感じが最高ですねいつでもこのタイトル全国大会できるな、これな。なんかマケポのところにいろんなものをね、そうですね、グッズの紹介なのも、いやなんかこの自家製うちわみたいなのを作ってきてるんですけど、よくねタイトルごとにあるんですけど、チームでグッズ作ったりする人っていらっしゃるじゃないですか、これチームうちわみたいなやつ。そうですね、もうなんか公演チームもあって、もう岡山の一家さんっていうこのものすごく大きいチームがあるんですけど、はい、もう何ですかね、岡山勢がマケポン始まるからよし参りましょう、秋の登り対決GO! さあ第2戦がスタートしていきました。さあチーム水島、エース水島さんが登場してきて、さあこの車種選択なんですが、
水島さんは NSX で来ました。逆に廃人組雪月花さんは FC ですね、はい、FC さあ NSX 今日初めて見ましたね。ちょっと NSX という選択がちょっと興味を引きますが、はい、なんか試合前に水島さんにお話を聞いたところ、はい、ちょっとなんか自信があるというかちょっと車種見ててねみたいな感じがあったので、おーいいですね。ちょっとこれは何らかしらの意図があってこの車選択をしてきているというところですかね。さあ序盤はその水島がリードを保ちながら、いやーこれは早いですね。しかし NSX をこれほど、そうですね、もう水島さんは今作アキラ上りのトップランカーというか、はい、TA の超上位勢なのでそこら辺の自信があって NSX という選択肢になってきたのかなというところですね。綺麗に軌跡を描きながら洞窟で 17m の差、さあここは逃げていけますね。多分僕の意図としては、はい、NSX って車はものすごく尖っているというか、はい、あのタイムアタックで結構人気の車なんです、はい、で対する FC というのは、まあ、タイムアタックも速くて耐性も強いというところでもう TA 勝負にかけてきているっていう選択で NSX にしてきてるんじゃないかなっていうところがあります。なるほど。ただ前を取ればというところですが、さあここでタイが変わりました。雪月花が前を取る。第3セクションに入る。さあただここからまた展開変わっていくと思いますので、ここの1個目の進入、さあ1個目、さあこのアウトから、おお、もう雪月花さんもあのコーナー擦るぐらいの勢いで守っていったんですが、もう立ち上がりの狙っているラインがもう違いましたね。さあここからまた離していく展開ですが、いやー水島がいい走りしてますね。これここの長い直線を抜けてもう最後の区間になっていくので、ここをしのぎ切るとちょっと水島さんとしては思い通りの展開なんじゃないですかね。さあ1個目、いや早い。しかし配信組先ほど第4セクションでドラマを起こしてますからまだ分かりません。さあ雪月花さんがちょっと上がりました。さあ 50m、 50m のアドバンテージ取って、さあこれはちょっと離れた、逆にもうミスをせず逃げていきたい水島の、これはプレイヤー性能が見せどころですね。これもうこの足元のドリフトの速い速い、いやもうラインが素晴らしいですね。差を詰めさせません。さあ最後の左コーナー、いやもう火の打ちどころがない。きれ、さあこの最後のストレートに入ってきて歓声が上がっていく。さあ最後は気をつけたい、そこのケアだけをして、さあ逃げ切り体勢だ。いやこれは勝負ありましたね。これは強かった。まさにこれ NSX、 いやこれ車種選択が功を奏しましたね、うん、そうですね。水島ここは仲間の応援を全て背に受け、チーム水島勝利。さあサドンデスですね、はい、サドンデスです。ちょっとこれはじゃんけんが見ものかもしれないで、そうですね。では水島さん一旦そちらの方行っていただいて、さあではじゃんけんですね、はい、じゃんけんの方お願いします。そうですね、勝者同士の方で、はい、ちょっと前の方にお願いします。おか、あと配信組の代表だ。さあどちらの選択で、どっち、下りです。下り、さあアキラの下りが出てきましたね。それでは選手の方椅子の方にお願いします。さあ配信組としてはこの流れのあるチーム水島をとりあえずジャンケンを勝って一つ有利な方向に進めているので、まあでも雰囲気的にね、先ほどの1戦目はかなりの緊張感とアウェー感あったと思うんですけど、 それで勝ってるので、ここはちょっともうチーム水島さん、水島のリーダーの水島さんがどう戦うかが注目ですね。さあ連戦でテンションを保てているかというところ、さあここはもう緊張の面持ちですね。ね、このね、この筐体カメラがサドンデスになるとまずおちゃらける人が減るんですよ。マナーすげえ真剣モードになるんで、すごい。さあ水島さんの下りの自信はいかがほどか。いやーいいですね。
もうここまで熱くなれる大会素晴らしい。これ多分ね、本当ここまでハードル上げられて、はい、次の金沢会場はだいぶプレッシャー感じてると思いますよ。この一致団結感っていうんですかね、もう。いやでも大会を楽しんでくれてるのは本当にありがたい。本当にありがたい。さあドラマを見せてくれ。さあ負けられないと思ったら三島参りましょう。さあスタートしてきました。さあちょっと蹴り出しが水島さんはミスがしたかですね。さあここはカーリンさんが前を出ていく。さあカーリンさんが先行を取っていきましたが、水島さんを落ち着いていきたい。さあ右コーナーを曲がって、さあ第一コーナー、さあいいよ飛び込んでいく。いいよ、おすごい、いいですよ、早いですね。前を取ると早いですね、もうこうなってくると。さあちょっと、あっと乱れた。いやちょっと立て直していきたい。一瞬の隙。いやここはまだ序盤なんで落ち着いていきたいところですね。まあそうですね。ただもう見てて分かるのはカーリン選手、先ほどの試合見てても冷静に、冷静ですね、捉えるところちゃんと取ってくるんで、逆にもうハイジングとしてもコーチから来ている分にはもう負けられないところがあるので、ここはもうお互いのプライドがかかってますね。いやーしかし早くもくっついてきましたよ。さあ右左と振ってきて、さあブロックしながらカーリーうまい。ここはブロック、ここからの左右左がちょっと注目ですね。さあ3秒うおーっと、さあさあここの左スピード保てて、いやいいですね。でもまだ分かりません、ここぴったりと並走の状態です。はい、ここの高速セクションを抑えてからの右ですね。そうですね、ここの飛び込みは注意したい。さあアウトからからいった。いやただちょっと水島さん落ち着いている感じですね。逆にもうここはストレートなので割り切って前を行かせるぐらいの今は選択だったのかなというところですね。3セク、ここまでお互いまあとりあえず手の内を見るかというところでしょうか。じわじわと来ましたね。さ さあもう一回来る、左右と振って、さあここの左コーナー高速からの飛び込み、さあ飛び込んでいく。いやよく見ている、これは。いや見てました。さあここから逃げていく体勢を作れるか。いやただカーリーさん追いついてきますね。ここの1個目の飛び込みどう処理をしていくか。さあアウトに振って、連続重要ですよここ。いやうまい、1個目2つ目ね、三島前取る。いやこれはちょっとうまく相手を誘導しましたね。いや早い、これもそして差を広げていく。いや最初から抜けていく。さあ第4セクション、ここから緊張の第4セクション。さあ左を曲がって、いや追いついている、カーリーさんも。いやこの後の P コーナーが注目ですね。そうですね、前を行けば強いこの三島、そして後ろからスーッと冷静にさあインに飛び込むか、来るカーリーも裏切れない。いや抑える、あといいぞ、これはこれは抑えている。今の抑えはでかかったか。いや頭をねじ込んできましたね。さあ最後ブロックを注意していきたい、ここです。さあ左右と、いや寄せすぎると危ない、ここはよ。さあ後ろからですか。いやー守るぞ、最後は守り切った岡山のカメラのか。よし出てくるね、いったー。いやーこれは最後にちょっともう相手がプレッシャーでちょっとインをこすってしまいましたね。カーリンさんはあそこしかなかったもんね、もう攻めるとこね、攻めれるのはあそこしかなかったので、もう何ですかね、もう気合もう飛び込んでいったんですが、もう水島さんが冷静でしたね。いやいいレースでした。まだこれが1回戦っていうのがすげえな。いということでサドンデス勝利したのは水島、1回戦突破はチーム水島。いや素晴らしいですね。いやでもハイジン組もよかったね。もうほんの少しの差だったんですよ。で最後のその攻めろいってもう覚悟を決めていったんですけど、その水島さんの冷静な処理がちょっと一枚上手でしたね。いやーさいやー素晴らしい戦いでした。この流れでいよいよ1回戦最後の試合ではチョコさんお願いします。はい、ザ・ベイチームとチョコレートシナプスチーム前の方にお願いします、はい、さあ1回戦最終試合さきました。さあちょっと代表者の方にインタビューを。おコースの方は妙義と、はい、妙義が選択されて、ね、妙義が選ばれて、おいいですね、肩組んできましたよ、おいいですねこれもう今これ大会だからやっちゃってるテンションなんですけど、わかるわかる、何が面白いってライバル同士で肩組んでるんですよ、ね、あライバル同士で、あ
対戦したチームでしたね。なるほどね。じゃあちょっとコメントの方を聞いていきたいと思います。はい、マイク挟みますよ。いかがですか、今日来てる中で一番レベルが低いんですけど負けないように頑張ります。はい、いいですね。さあじゃあ対するチームベイザ・ベイは、はい、俺が勝つんだよ。はい、はい、さあこれ負けるとやばいやつですね。負けるとやばいやつですね。俺も勝つんだよ。あーっとっとっと。さあ逆に全員フラグ。俺も勝つんだよ。あーこれで誰かが完全にやられます。さあ第1試合の方に移っていきたいと思いますが、はい、さあコースは妙義の下りということで、はい、妙義まず下りの、はい、下りの第1試合目のプレイヤーの方お願いします。はい、筐体の方にお願いします。はい、いやでも大会はこうやってね自分にプレッシャーかけてやっていくのは本当に重要ですからね。もうなんていうんですかね、やっぱり大会ってプレイヤーが盛り上げてくれるところが一番なんで、もうこうやってもう意気込みを語ってくれるのは嬉しいことです。そうですね。まあゲームの大会でっていうところで言うと、もういろんな大会ありますけど笑顔があってで歓声があって最後もね涙もあったりするんですよ、こういうのって。そうですね。もうさあこの緊張の面持ちの中余裕しゃくしゃくで携帯を見ていく。もう今なんすかね、こうツイッターで今参戦なうとかですかね、はい、そうですね。ちょっと今の生放送の自分のコメントの反応を見に行ってるとかですかね。あーなるほど、叩かれてないかなと。さあすごい顔でカメラをチラッと見ながら、チラッと見ましたね。君だよ君。さあこっからの戦いが注目ですね。ああ、新しい対戦相手を取る。取って仲良しだな。さあここで第1試合の組み合わせが決まっていきますが、取り返してる、取り返す。なんかもう場に飲まれるんじゃなくて自分が場を作ってるって感じですね。さあ言うてザ・ベイユ、これランキングで1位ですからね。そうですね、中国四国で1位通過をしてきたチームなんで、うん、はい、さあ気合が入ってますね。本当もう仲良しっぽいところでありますが、さあ笑っています。コースが妙義。そうですね、妙義というところで、さあ選択の方は完了して、まあくしくもというか、まあ巡り合わせなるか、この1回戦第4試合が、はい、広島のチーム同士の対決なんですね。あでちょっとまあ気まずいところもあり、なるほど、ね、ライバル意識もあるところもあり、でちょっと広島の市内の中心の方と、はい、福山っていうちょっとこの、はい、大中心とその岡山寄りの都市みたいなところのちょっと勢力争いなんかも見れるのかなっていうところですね。まあでもね、中四国エリアいずれはぶつからなくてはいけないところあるの で、ね、さあ出てきました。さあトラベリング VS 大月ゆい、さあスタートしていきますね。さあスタートしていきました。さあ大月ゆいさんが前を取っていく形ですね。さあスタートからもう俺が勝つんだよと言わんばかりに煽っていきますね。さあこの対決としては車種選択が FD のタイプ R と FC というところで、はい、まあ、またロータリーエンジン系の似たキャラクター特性の車が出てきたというところですね。まあチョコさんも FD 好きですが、はい、やっぱりその FC と FD はどこが違うんですか。はい、そうですね、まあ、僕もちょっと説明しづらいところはあるんですけれども、僕のイメージとしては、はい、FD の方がちょっと扱いやすくて、はいはい、FC の方がちょっと扱いにくいけどちょっと速いみたいな、ちょっとそういう感じなんですね。はい、ちょっとキャラクターが違う、その中でもっていうのがありますね。さあこの妙義特有の抜きつ抜かれつの展開がある、うん、この高速展開ですが、もうトラベリングさんなんかはこの妙義下りのタイムアタックランキングの多分今全国3位とかなので、ほうほうほう、もう自信を持ってきているところですね。さあ大月さんはライトを消して、さあ右左と振ってきて、いや消したけど抜けなくてつけ直したっていう。ちょっと恥ずかしい。さあここから終盤に入っていきますね。さあ右コーナーを行って、逆にトラベリングさんはもう速さを生かしてどう決着をつけに行くかっていうところですね。
さあ飛び込んでいった。いやうまいですね。逆に大月さんはちょっと落ち着いた形でまだ様子を見ている。ちょっとこれはこう何ですかね、後追いを選びたいタイプの展開かもしれないですね。まあ言うてそろそろそうですね、うん、もう前に出ていかないと第4セクションですから、このまま さ, あさあここから第4セクション入って、このあと2つの急なコーナーでほぼ勝負が決まっていくので、ここの飛び込みですね、はい、まずは1個目、さあアウトに広がってしまったが、いや大月さんが抜いて、いや抜き返す。さあ、いいにもう一回飛び込んでくる。どこ、いや後ろにいる。いやこれを抑えていきたい。さあ最後集中をしてさあインを締めて、さあここからまた切り返しの右に飛び込まれない。いや振ってきた。いやまだ仕掛けようとしてるぞこれ。いや仕掛けようとしている。いやー、抑えてきた。まあ冷静でしたね、最後は。最後は冷静でしたね、はい。いやー、この勝負のちょっと興味深いところは、はい、その下りの最後から2個目のヘアピンコーナーというか、はいはい、ちょっとわざとインを開けたというか、あのインに飛び込ませて相手の速度を落として、自分は外で速度を残して最後のコーナーに仕掛けに行くっていうのが、ちょっともう なんていうんですかね、もうすごい駆け引きがあったっていうか、先の先にもう自分の有利カードを持っといたってことですね。持ってきましたね、あれは。いや試合巧者、トラベリング見事で、まずは先行トラベリングが勝利。おめでとうございます。おめでとうございます。逆にチームチョコレートシナプスさんとしては、ここは取り返したいところですね。さあでは続いての対戦者参りましょう。お願いします。さあそれぞれ筐体について、チームチョコレートシナプスさんがドライバーがパンチパーマ様、パンチパーマさん、パンチパーマさん、そしてチームザ・ベイがケツアナさんですね。これ言って大丈夫？呼びたくないこれ多分ね、チョコさんにね呼んで読み上げてほしいんですよ。これよくある、そのために来たんだよって言ってますけど。でもあの補足をすると、はい、ずっとこの名前でやられてる方なんですよ。へえ。なんでこの名前にしたんですかね。ちょっと僕にもあの理解ができないので、この人は。いやでもなんか面白 CL みたいな感じで出てきて、はい、めちゃめちゃ強いみたいな人なんで、ね、ちょっとキャラクターがすごいですよね。じゃあケツアナさん頑張ってください。いや今でもね、本当こういう名前ね、本当に親しみがゲームセンター内ではいいんですけど、はい、問題なのはね、街中でたまたま見つけられた時にああケツアナさんと言われた時が一番辛いんですよね。それ超恥ずかしいやつじゃないですか。さあケツアナ対パンチパーマです。おーネーミングセンス。なんて言うんですかね、あの勝手なイメージなんですけど、広島キャラ濃いですよね。さあスタートしていきます。さあスタートしていきました。さあここはどっちが前に出るのか。さあパンチパーマさんが前に出ていきましたね。さあお互いの射出選択はお互いとも FC というところで、これはまあお互いとも使いやすい対戦の車種を使ってきたのかなというところですね。さあこのパンチパーマさんがどう戦っていくか、そしてケツアナさんはどう攻めていくか、注目なところですね。さあ E に飛び込んでいくが、いやちょっと様子を見ている感じですね。さあここからの直線区間、さあ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 来いよ来いよという感じで煽っていますが、うまい左、いや外側からもう何ですか、プレイヤーネームに相反する冷静なクレバーな抜き方というか、素晴らしいところでした、ね、今のは。さあここからの連続ヘアピンは抜きどころなので注意していきたい。さ あ, さあ1個目の左、さあおっちょっとパンチパーマさんが油断して外に刺さっていきましたね。そして左のヘアピン、ここでさあ右といって、逆にケツアナさんは逃げていきたいところだ。さあちょっとパンチパーマさんとしてはちょっとやばいやばいという空気感が漂ってましたね。さあパンチパーマがケツ穴をストライク、さあ抜いた、あ抜いた、逆にもうパンチパーマさんはもう前を抑える、もう死守という形で来たですね、はい、ここからは。さあ逆にケツ穴さんはちょっとアドバンテージというか心の余裕ができたので、自分の間合いで抜いていきたいところですね。
さあこっから右コーナーを曲がって、さあこの不気味な間合いの取り方、さあ詰めてきて詰めてきて、左右と打って左、さあ右、ケツ穴、おっと外から行った。いやもうこの呼んだ瞬間に会場の失笑が起きるこの感じ。いや真剣に名前呼んでるともうなんかもうよくわからなくなってきた。でも真剣に戦ってますから。いやもうあえてもうねここは全てを捨てますよ。さらけ出して。さあ第4セクション。さあこっからどう勝負をつけに行くか。さあケツ穴の後ろパンチパーマが狙っていく。さあここは前を詰めてきた。1個目。さあ、あーっとパンチパーマ。飛び込んでいった。さあ、さあ1個目。ケツ穴は後ろから。さあ抜き返していく。いやーこの CL の抜き返しの仕方はやばい。さあ最後ケツ穴が守っていく。左右。もうチョコさんが笑ってしまう。もうなんか会話にならないですが、さあ最後、さあパンチパーマが抑えられている。いや、ああ、ケツ穴、ケツ穴が刺された。完全にケツ穴が刺された。もうそれ言いたいだけですよ。すごい勝者パンチパーマ。もう放送で声拾ってるかわからないですけど、抜いた時のパンチパーマさんと思った、なんていうんですか、怒号のような喜び方。いやーすごいな。さあということでチョコレートシナプスパンチパーマ見事勝利。いやそしてということはサドンデスね。サドンデスになります。さあじゃんけんです。最初はグーじゃんけんぽい。おちょちょちょ。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。お。パンチパーマさんが。さあ上りということで、ここは王道の1戦目勝ったところを選択してきましたね。さあ筐体の方についていただいて。準備ができましたら筐体の方にお願いします。さあここはもう広島の勢力図争いの最終決戦というか、最終決戦来ましたね。さあここの心の面持ちというか、どういう戦い方をしていくか注目ですね。さあ集中を尖らせていってるような顔つきですが、握手を拒否ですか。握手を拒否しましたね。いいですね。ちょっとそういうのはいいんです。握手拒否はいいですね。これ勝ちたいんだという気持ちが。さあトラベリング、そしてパンチパーマであります。さあ準備の方が整ってきましたね。さすがに真剣な表情でしたね。真剣ですね。もうこれは負けられないですからね。さあ両者とも登場してきて、お互いとも第一戦とは射していたか変わらないですね。さあ3、2、1、さあスタートしてきました。最高トラベリング。さあこれはパンチパーマさんが前を取りか、おーっと、いやこれはちょっと幅寄せをして抜いていきましたね。もうここは容赦しないという感じのもう前の取り方でしたね。さあ逆にここからトラベリングさんはどう守っていくか。さあ1コーナーを来てちょっとパンチパーマさんは様子を見ているというところですね。さあ2個目インに飛び込んでくるが、おお守っていく。このトラベリングさんの対戦スタイルというか、はい、なんか一つ特徴としてはその、はい、無理にラインを守るんじゃなくて速度を残してその前に出させないっていう、ちょっと変わったというか、ちょっと特殊な守り方をしますね。まあ先ほども2個自分のね、そうですね、有利手を置いておくっていうところを、はい、さっきマケポンが言っていたように、はい、結構クレバーな戦い方ですね。さあパンチパーマさんはまたミスをして後ろに下がっていきましたが、まあでもパンチパーマさっきここからですからね。ここから勝ちましたからね。なんかお家芸になってくる感じ、お家芸かもしれません。さあ追いついてきた。さあ左からの右、守っていく。さあここはさあ振ってきてインを飛び込む。またここで抜いていきましたね。一挙に抜いていくんですよ。
なんか ここは似たような展開なので、トラベリングさんはそのデジャブというわけじゃないですけど、同じところにはハマりたくないですね。さあここで出ていった、もう早め早めの仕掛けになってますね。さあここから追いついてきて右左と振っていくが、このビチャーバーをフルに使った振り方は守る方としてはしんどいですね。このミラーから消えていくので、いやで仕込まれた、このミラーの死角というのが非常に見づらいので、はい、もう守る身としては非常に大変なんですよね。さあここはこの抜きつ抜かれつの展開を読んで、もう後ろの前を取りに行きましたね。いやでもあえて後ろ取ったようにも見えるんですが、さあここからスパートをかけるか。さあ第4セクション、もうすでにこれ勝負をかけなくてはいけないところ。これはちょっと面白い読み合いをしてきた。なんだこれ、前で逃げていく。さあまず先行、さあ最後トラベリングがここに立って仕留められるか。パーマパーマアウト、アタムパーマクラスライン、いやいやこれは決めに行きましたね。さあ最後追いつけるか、いや逃げていく、いやこれはちょっとトラベリングの試合巧者感がすごかったですね。さあこのまま逃げ切って勝利という形ですね。トラベリング勝利、チームザ・ベイ、やはりランキング1位のその強さを見せました。1回戦突破。いやー今のシーン、いやーちょっとですね、はい、分かる方には分かるんですけど、ちょっと分からないという方に説明したいのが、そうですね、お願いします。ちょっと何ですかね、お互い遅く走ったじゃないですか、はい、あれっていうのはあの後にコーナーが3つ続く中で、はいはいはい、どこで自分が抜いてどこで前に立つかっていうのをお互い駆け引きしてるんですね、はいはい、であれの間合いがずれるとそのまま逃げられたり、うん、ないしは早めに追いつかれちゃってちょっと予想してた展開にならなかったりするので、うん、ちょっと今パンチパーマさんは裏をかいて逃げに行ったんですけど、トラベリングさんがそこをうまく対応したっていうところでしたね。あ、もう逃げるのも見越してて、そうですね、仕掛けたという、はい、ちょっと我慢比べに勝って、そこすらも読んでいたっていうところですね。はすごいですね、2戦連続で結局トラベリングさんそういうことやってる。そうですね、なるほど、これはもうスピード以外にはそういった試合巧者という、はい、ちょっと駆け引きのところでもちょっと一枚上手でしたね。はい、では1回戦終わってチョコさん、はい、どのようになりましたでしょうか。トーナメント見てまいりましょう。はい、現在このようになりました。はい、さあ第2準決勝第1試合がチームワロタ VS チーム水戸黄門、そして準決勝第2試合チーム水島対チームザ・ベイ、いやこれまた面白い組み合わせになってきましたね。いや1回戦で割と僕らお腹いっぱいぐらいになってるんですが、ボリュームがすごすぎてね、さらにここから争われるということで、さあこの地方最強決定戦いよいよ準決勝となります。はい、さあでは準決勝第1試合をチョコさんご案内お願いします。はい、それではワロタチームと水戸黄門チーム前の方にお願いします。はい、チームワロタ水戸黄門両チーム前へ、はい、コースは妙義、妙義となりました。おっと、さあちょっとまた見たことある人が登場してきましたねそれでは意気込みの方を聞いていきたいと思います。はい、一人ずつお願いします。お願いします。一番端におられる方、前作の前一の方なんですけど今作も一応全国大戦でボコボコにされてるんで、店内対戦ぐらい勝ちたいんで頑張ります。おー、あーなるほどね、はい、やっぱり僕の持ち味の運を今回発揮していきたいと思います自称ラッキーボーイというところで、水戸黄門優勝じゃい。さあやってしまった、はい、からの、はい、頑張るねはい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、それでは下りの選手から筐体の方に着席お願いします。もうちょっと今対戦相手の方が触れられたんですけど、前作の D8 の全国対戦1位の方なんで、はい、店内ぐらい勝ちたいですみたいな、まあもうこの界隈では有名というか、はい、マルヒヒさんというか、はい、まあ、木崎ゆりやさんというか、もう有名、もうトップオブトップを極めた人が出てきたので、ここはちょっと注目ですね。僕だってもうその名前聞くたんびにもう木崎ゆりや気になってしょうがなかったですかさあ出てまいりましたのは、さあでコースの方は妙義ということで、はい、またちょっとコース駆け引きが重要となる高速バトルになってきましたね。
さあ先ほど試合の方では出ていた本間芽衣子、開幕戦で勝利をしていた本間芽衣子さん登場、そしてチーム水戸黄門ですが、クリオさんですね。はい、そうですね、はい、クリオさんが出てきました。なんかもう水戸黄門は一戦一戦メンバーが変わっていって、なんかもう層の厚さを感じさせられますね。まあ水戸黄門はもうこれチーム今6人でねエントリーされてますから、まあ、フルメンバーでエントリーですからね。さあクリオ VS 大間芽衣子、もはや名声ランキング、これ名声のポイントはインフレ状態。さあスタートしていきました、妙義下り対決です。さあどちらが前に出るか、どちらが前に出るか、本間メイクさんがいいんだが、いや取ってきましたね。第1コーナーのそのポジションの有利を生かして本間メイクさんが取っていきましたが、さあこの戦いとしてはまあ全試合とフォースは一緒なので、まあ注目するポイントはその抜きつ抜かれつの中でそのどこでスパートをかけるポイントを持ってくるか、はい、なるほどね、どこで守るのかっていうところが重要になってきますね。さあ、お抜くか抜くかというところが守っていく、いや守りますね。いやただ抜かれていった。さあここはやっぱりその名声4桁、はい、もう全国トッププレイヤーのその意地があると思いますので、そこら辺を発揮していきたいところですね。そういう読み合いっていうのはどういうところからこう、はい、汲み取っていくんですか。そうですね、それはその成長する過程というか試合中の展開として どっちの方ですか。試合の、ああそうですね、それはもう何て言うんですかね、距離感と相手のペダル操作っていうところから見ていくと思うんですが、やっぱりこの情報としてはブレーキランプがついてるとか、そのアクセルを抜いたらターボ車だと火が出るとかがあるので、そこで相手が今どういう動作をしているっていうのを見るのがちょっと駆け引きの要素。そういうとこ見てるんですね、はい、なるほど。いや格ゲーとかだと体力ゲージとか、あそうそうそう、EX ゲージとかなるんですけど、はい、もう車の操作を見ているっていうところです。なるほど。さあ言ってる間にこの抜きつ抜かれつと守り合いすごい展開ですが、まあ先ほどでもマケポン言っていたように序盤はこの展開を予想されていて、要はどこで勝負を仕掛けるかというところですね。ここの 3つの連続ヘアピンが終わったからがちょっともう真剣モードというか、もうここからもう駆け引きが始まってきますね。もう序盤はブロックせずに競い合っているシーンなんかも相当印象的だったんですが、はい、さあ4席入ってくる、ここから仕掛け合います。さあここはもうスパートをかけていくか。さあここの1個目、さあただ KU 亮さんは届く位置にいる。さあインを守っていくがねじ込んできた、いやさあ最後どうする、インからアウトか、インに飛び込んでいって、いやねじ込んだ、ねじ込んだ、いやいやこれはちょっとねじ込みきれなかったですね。さあ最後狙っていきたいが、いやー水戸黄門が1勝取りましたね。これはクリオだ、見事勝利いたしましたのはチーム水戸黄門の、まずはクリオが先制。いやー今のはちょっと本間芽衣子さんとしてはもう狙っていったところではあったんですけど、仕留めきれなかったっていうところでしたね。ちょっともう惜しいというか、まあ抑えた KU 亮さんの車体の置き方がもう素晴らしかったことにつきますね、うん。まあ、本人は池田感触があったからもう最後もうもうクソクソでも本当に悔しがってましたからねさあこれを受けて今度は上り、さあ第2試合ですね、出てまいります。さあワロタはここはクロスアット N さんが出てくるでしょう。そうですね、まあ今のちょっと試合のまあ上級というか、まあすごいスキルが出たのが、はい、あの KU 亮さんが最後抜いた後に本間芽衣子さんが抜こうとしているところを壁と車体で挟んだんですよね。その挟むっていうのがその速度を落としたりだとかブーストの効きを弱くするっていう効果があって、そこのその何ですかね、判定の値に行き方っていうのがちょっと今のその勝負の分かれ目だったところがあったのかなっていうのがありましたね。もうすごい些細なポイントなんですけど、そういうところを拾ってその
前で守り切ったっていうのが今の試合展開の、なるほどね、見えるポイントでしたね。もう次元がね、もうワンレイヤーツーレイヤーぐらい高い次元で、そういうもうそのピンポイントというかちょっとしたところで差が決まってしまうのがもうこのレベルの戦いですね。さあ出てまいりました。さあスタートしていきますね。ゴー。さあスタートしていきました。さあ出てきましたね、スレイヤーさん。もう名声が1138っていう、もう今日の大会で名声4桁2人いるっていうのがもう3桁も何人もいるし、4桁も何人もいるっていう、もう異様な光景ですね。もう名声はインフレしてる状態ですよ。まあ、実力者が揃ってるというところでしょうか。もうこの西日本の実力者が堂々と出てきているところが素晴らしいですね。いや、いいですね。さあ守っていって、さあクロスアトエヌさんが前に出てきました。さあここでスレイヤーさんが前を取っていきましたが、車種選択としてはクロスアトエヌさんが FC、 スレイヤーさんが RS なので、まあ似たような選択ではあるんですけど、このちょっとした差がどう出るかっていうところがありますね。さあこの辺はうまく守りながら、ただこれはアウトからしっかり取っていく。さあここから2個目3個目といって、さあここの最後どう来るか。さあミラーの見えない位置から左右と振って、右に振って、もう一回左に来て、いや守りますね。いやレベルが高い本当に。さあうわー抜いていきましたね。さあここからどう来るか、クロスアテーヌさんとしてはもう一回ここから仕切り直しなので、またうまくいきたいところですね、はい。まあ言うてまだ第3セクションとはいえ、もうここから、まあ、お互いはもうどうしようというか、はい、頭の中で自分の勝利のシナリオを考えているところでしょうね。いいよ。いや前に出ていく、いやうまいですね。さあただスレイヤーさんもガツガツと攻めてきますね。もうこのプレッシャーのかけ方っていうんですかね。そうですね。もうこの車の動きがもう異様ですよね。前に出ていながら本当に多分後ろから感じるなんかプレッシャーすごいでしょうね。とてつもないものがありますよね。ただここまでうまく処理しています。さあ第3セクション、いよいよクロスアットエヌさんがもう4セク前を取った状態でクロスアットエヌ。さあここからスパートがかかってきますね。さあ前に行った。さあスレイヤーさん抜いてきましたね。さあ1個目、さあ抑えていく。さあ2個目いい飛び込むか、いや抑えていく、いやいやいい抑えてる、きれいにコースを塞ぎながら、さあそしてフルフルフル、いやちょっと使った、どうだ外、いやクロスライン、いやいやこの振り方はやばかった。いやこれはちょっと勝負つきましたかね最後の。いやこの戦いはすごかった。さあクロスアップ N さんゴールですね。素晴らしいチームワロタ、クロスアットエヌ勝利。さあここはまたサドンデスですね。サドンデスですよ、はい。さあここからまた勝者同士の戦いですね、はい。はい、それではサドンデス、はい、勝者同士じゃんけんをお願いします。行きたいと思いますので、さあじゃんけんじゃんけんをお願いします。はい、ショーはグーじゃんけんぽい、どちらで行くか。コースはどちらに、下り、はい、下りですね。チームでは、はい、答えの方お願いします。はい、チーム水戸黄門がじゃんけんを勝利し下りを選択しましたね。会場の熱気もそうですし、マッケポンの汗も止まらないしね。いやもう喋り続けないと情報を伝えきれないんですよ本当に。っていうぐらい中身がもうね、詰まりすぎてる。いやもう すごい試合ばっかですね本当に。見てる方も、はい、あの水とかね水分ちゃんと、ね、取ってみるようにしてくださいね、うん、こまめに水分補給の方はお願いしますね、うん、熱中症とかならないように気をつけてください、はい。どうですかねチョコさんとして、今のその妙義の対戦の展開具合っていうか、はい、いやもうこれ精神的に来ません。いや来ますよ絶対来ますよね。もうしかもなんていうんですかね、もう安心できないじゃないですか、綱渡りっていうか、ずっと競り合ってるから、今のそのスレイヤーさんの守りとかも
あと1個抑えたらもうほぼ勝ち確だったみたいな守り方だったんですよ、はい、ただそれを逆に裏を変えて黒沢と稲さんが外していったんで、うん、ちょっと間合いが合わなかったところがあったんでさあサドンデス始まりました。さあスタートしていきましたね。さあ勝者同士のサドンデスです。さあとチーム水戸黄門の運命は KU 亮さんに託され、チームワロタの運命は黒沢と犬さんに託された形ですが、はい、さあお互いは1戦目で選択した車種同士の対決ですね。さあ右左と打っていく中で、いや外から行くか、いやここが抑えられた。さあもう一回どう飛び込んでくるか、インを見せつつ外ですね。いやーすげえ抜け合いだよ。いやー本当にもう戦ってるレベルが非常に高いんで、もうぜひ参考にしていただきたいですね。もう何ですか、抜き方のバリエーションというか、もうそのレベルの高さが素晴らしいですね。さあほぼ並走状態で、さあここもいやもういいよ、振り方がすごい、コースの端から端まで使っていきますからね2車線所狭しとというところの感じですね。いやもうこのバックミラーの視界をうまくつくか、どううまくつくかっていうのがもうこのレベルの妙技の戦い方ですね。道幅が広いから本当、はい、ミラー見えなくなる。そうなんですよね。で逆に前としてはそれを読んでおかないといけないので、なるほど、もう前に出るのもじゃあそれはそれでめちゃくちゃ大変、はい、大変なんですが、試合展開としては取っておかないと、はい、まあ、自分の展開にはなりにくいので、そこは取っておきたいところではあります。なるほど。さあ黒沢というのが前を取って、はい、さあ3セクターの終盤に差し掛かってきましたね。さあ右左と来るが、黒沢というのさんは前で守っている。逆に KU 亮さんとしては第一戦で見せたそのうまさというか、それをどう生かしてくるかというところですね。さあ外に行ったが、いやこれは間合いを取って、さあここからの抜かし方だが、いやちょっと落ち着いた振り方ですね。右左インに来るかアウトに来るか、いやインを抑える、次は抜いていった、さあ逆に最後ここ後さあインを取ってねじ込むか、ねじ込むか抑える、いやこれはちょっとラインが空いてなかった。さあ最後さあ最後行きたい。さあただこの 7m が遠い。いやーもうすごいまた挟んだサンドイッチサンドイッチサンドイッチすごい戦いでしたね。さあということでこちらのサドンデス勝者 KU 寮、つまりこれで決勝進出1チーム目はチーム水戸黄門。いやーもう最後のなんていうんですかね、もうコーナードリフトしている最中に1写真じゃないんですよ、 0.5 写真ぐらい開けて相手と壁を挟ませて速度を落としてまた守るっていう、もうな感覚の領域っていうか、どんだけテクニカルなことやってるんですか。もうすごいすごいです今のはい、それでは次のチーム水島対、ザ・ベイ、皆さん前の方にお願いします。さあ出てきましたね。はい、おコースはつくば。さあ皆さん並んでいただいて一言ずつ聞いていきたいと思います。はい、じゃあお願いします。ちょっとアウェー感がすごいんですけどそれに立ち向かって頑張ろうと思います。アウェー感ですね、さすがに怖いですもうやってきた練習をもう力を出して頑張ります。はい、勝ちます。おお、もう期待を背に受け、もう何ですかこのリーダーたる自覚というか、相手の目をパッと見て、さあこの戦いは注目ですね。なんとそして選択されたコースがつくばということで、はい、というところで、お互いのちょっと気の持ちようがちょっと気になるところですね。はい、はい、それではさあ第1試合目はじゃあ往路からですかね。往路ですね、往路スタートとなりますので、往路のドライバーの方お願いします。さあこの頑張れよっていう応援が、いやとはいえザベイ確かにアウェイはアウェイかもしれないんですが、先ほどの試合、はい、もう勝ってきてるのを見てると、そうですね、もう全然この空気感っていうのはもう自分のホームだと思ってやればいいと思うんで、はい、もうなんていうんですかね、もうあとは自分を信じるのみなので頑張ってほしいところです。さあ来ましたよ、
いやもうはやね、これザベンはこの応援団に止まれないことです。この応援に止まれないこと、ね、あとはもう名前で勝てる要素でケツ穴っていうのありますからね確かに武器があった。武器が一つあるんですよさあどっちが行くかですね。さあしかし、はい、さあこっから始まってきますね。チーム水島のこの団結力は確かにこのホーム環境という部分では相当に、はい、もう心強いものあると思います。さあこの緊張感というかもう会場の熱気がひしひしと伝わってくるのがいいですね。これ初戦出てなかったレーマ D ガードさん出てますからね。そうですね、これやっぱりコースレイアウトに応じてちょっとメンバーを入れ替えてきたところではないかなというところですね。さあ第一試合始まりますね。さあスタート、さあスタートです。さあ第一試合、さあどちらが前を取っていくか。トラベリングさんが2位を取っていきましたね。さあ前に出ていった。さあこの筑波というコースはやっぱり狭いのでもう前に出ていく出ていくっていうのを各所で見せていきたいところですね。さあ左、いやクロスライン狙っていく、抑えるか、いや抑えていった、いいですね。ただマッケポイント言ったようにこのトラベリングはもう先の先、そうです ねちょっと試合巧者感が今日出ているので、はい、そこに騙されない、逆にそのトラベリングが仕掛けてきたブービートラップにはまらないっていうのが大事なのかなっていう、ね、さあインを守っていく守っていく、いやこれは前進しますね、いいですね。ここまではそのスピードを見せます。この応援を生かして、さあここでちょっとねじ込まれていきましたが、さあ第2セクション入ったばっかなのでここはまた立て直していきたい。さあここからの展開がどうなっていくか、ちょっと間合いができたのでここは一旦心の落ち着きを取り戻したいところですね。まあお互い呼吸一呼吸置いて、はい、さあまた近づいていきます。さあこの狭いセクションを登り切って、さあ山頂に着きましたね。さあここから第3セクターに入ると折り返しですね、下りセクションになっていきます。さあここから下りがどうなっていくか、もうこの後はきついコーナーの連続なので守りきるか、それとも何か変わった一手を打ってくるか注目ですね、はい、さあトラベリングは守っていく。さあこの1個目、この下りの到来を告げる1個目ですね。さあ1個目入って、いや守っていく。さあただ速度差がある、おーっと OK 抜いていきますね。さあここのきつい左右左、さあどう勝利するか、左右左を守っていく。さあ E を締めたい。さあただ福田で、いやクロスラインを狙ってきましたね。いやただここまでの試合展開としては五分なので、はい、あとはもう終盤の決めの一手をどう打つかっていうところですね。さあレイマディカードしっかり後ろついているが、トラベリングはどこでという声が聞こえてきますね。さあ勝者としてのこの試合巧者の罠を仕掛けているのか。さあクロスラインを狙うか、インに飛び込んでいく、右から、いや抜いていく。さあ押さえたい、押さえたい。さあ逆にトラベリングは仕返していきたいが、どう狙っていくか、インを締めていくが、さあちょっと外側を回ってきた、いや危ない、これはこれは操作が危ない、守りたい、これは左。さあインを締めるか、すげえ守り、いやちょっと危ない、フラッグ、いやここから立て直していきたいが、ラストコーナー2つ。さあ右左と行くが、いやこれは逃げ切るか、これはトラベリングが逃げ切りましたね。まあ素晴らしい戦いでした。チームザベイトラベリング勝利、まずは先行です。いやチーム水島としてはもう本当にあと少しだったんですが、その最後の一勝負のところでちょっと何ですかね、動作ミスっていうかちょっとミスをしてしまったところがあったので、そこをトラベリングさんがもう隙を見せず抜いていきましたね。まあそこかなりがっつり守ってた部分だったんですけど、そうですね、もう本当にあの流れで守れたらよかったんですけど、ちょっとドリフトの入りというかラインの組み立てがちょっと失敗したところがありましたね。そこなんだ、一瞬なんですね。いや本当一瞬です。さあこれはまた、いやーリーダーが出てきて最後の砦がこのリーダーがさあ、さあどう戦ってくるか、逆転劇を見せるか。いや緊張の面持ちですね、これは。もう応援団もここがさあどうか、もうねカメラがちゃんとそれ捉えるようになりましたからね。もう内山でもってもう
素晴らしい限りですね。さあここからどう戦っているか、どう戦っていくかですね。さあロードが終わり、いやどうなんだろう、本当これでもまた幕っていったらこれまたドラマですけどね。ドラマですよ。もうただリーダー勝った後にまたあのトラベリングさんでしょ、負けてないですからね。そうですね、今日負けなしのトラベリングさんと当たるわけですからね。さあ始まっていきますね。さあスタートしていきました。さあどちらが前を取るか、いや水島さんが前を狙っていきましたね。これはいいスタートだ。さあ1コーナーを曲がって押さえていくか、いやいいラインで守っていく。さあちょっとお互いの車種選択ですが、水島さんは第一線と変わらず NSX、 すげえな。さあケツアナさんは対するケツアナさんは FC というところで、まあお互い第一線で使用した車種というところで、まあ、水島さんはもう NSX に絶対的な自信を持っているんでしょう、ね。はい、ただまあこの NSX という車は大きいので、はい、このつくばのコースのその狭さに足元を救われないようにしていきたいところですね。そうですね、逆に言うと前に出た時にはまあそれはねブロックしやすいという利点は、まあ、その利点はあるんですが、ミスを誘発しやすくなってしまうので、そこは注意ですね。そこは水島のそのプレースキルがどうカバーできるかです、はい。さあここまでは水島さんが守っていく。さあ1個目、ここから右左、さあうまく減速をして、さあクロスラインを狙ってくる。いやーケツ穴が狙ってきましたね。さあただもう一回ここからの右左でもう一回狙っていきたい。さあもう少し上り切るところで、さあここでどっちに振るか、インかアウトか、アウトから狙っていってクロスラインでいくが、いやーケツ穴も抑えていく。いやうまいですね、もう両者のレベルが非常に高い。そうですね。さあただここからもまた振り続けてプレッシャーを与えていきたいところだが、さあ左右と打っていって、さあ上り切りましたね。ここから下っていくところですが、もうこの何ですかね、筑波袋の下りセクションのこの駆動方式というか、 FR と MR って非常に操作がピーキーなんですよね、はい。その曲がる時の許容範囲の狭さというか、そこの息詰まる神経線っていうところもあるので、ちょっと注目していきたいですね。さあねじ込んでいくか、いや抑えていく。三石ケツ穴が今回ガード硬いんですよ。ガード硬いんですよ。もうただこの多分ガードしてる本人はもうアクセル操作だったりハンドル操作がもうめちゃめちゃ忙しいので、さあ第4セクションに入りました。さあここのクロスラインを狙っていくか、狙っていくか、インにねじ込むか、いやいやいった。さあこのちょっとした道だけ道を生かしていったが、さあ守っていく。最後のこのきつい左右、さあここ届くかケツ穴が。さあこの切り返しの右守れるか、このプレースキル守りたい。左左、いやーいやーここすり抜けた。さあ右を残って最後の左ケツ穴が突き放していってゴールですね。いやーもうちょっと最後の会場の空気というか、もうまあでも仕方なかったんですよね。もうそうですね、もう守り切れなかったところがもう全てでしたね。いやーしかし最後は拍手で迎えられ、リーダーが頑張りました。さあこの試合の結果を受けて、ただいまの第2戦はケツ穴が勝利、そして決勝進出2チーム目はザッペイ、おめでとうございます。いやーもう素晴らしい戦いでしたね、本当に。まだ抽選会とかあるからね。もうこの潔るやつが素晴らしい。抽選会とか。さあ決勝に移っていきますね。というところで決勝のチームが決まりました。さあ水戸黄門チーム対、いやーすごいですね、水戸黄門にケツ穴ですよ。なえすごい組み合わせです、組み合わせです。さあ頑張りましょう。はい、それでは水戸黄門チーム対のとザ・メイの皆さん、はい、前の方にお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。拍手の迎えください。さあチーム水戸黄門が、さあ水戸黄門チームは誰が出るかっていう、誰が出るんだっていう、ちょっとチーム6人いるからね、これは。いやー最後の組み合わせが
いやじゃあもうちょっと一言ずついただきましょうかね。はい、コースの方はまだ決まってない。はい、決まっていない。じゃあじゃんけんからですね。じゃんけんを先に、はい、代表の方同士でじゃんけんをお願います。はい、はい、はい、くじ引きかシートかコースかシートか、はい、さあコース選びます。コース選択。さあコースの方を、さあこれでさあどこ、 おっと自由選択。さあどこを、さあどこを選ぶか、されますか。赤木。さあ赤木を選択してきましたね。なんと、さあコースは赤木です。さあそれでは一言ずつ、はい、皆様に意気込みを決勝ということで、はい、はい、まずトラベリングさんから、せっかく、ま、決勝まで来たんで、まあ、できる限り頑張ろうと思います。ちょっと緊張しますね頑張ってください。そして勢いが、ケツ穴、俺が勝つんだよそしてテンペストさん、はい、汗やばいねさあ最後にスレイヤーさんです。スレイヤーさんです。ワンちゃん頑張るねさあこの両者のキャラクターが出たところでありがとうございます。さあじゃあ第一試合の下りから、はい、下り対決からです。下りの選手は、では下りのドライバー前へお願いします。シートはどちらで、はい、いやーこれはまたちょっと楽しみというかすごい対決になってきましたね。この水戸黄門の最後の出してきたメンバー、はい、もう本当の兄弟なんですよ。お兄ちゃん、ね、弟イニシャルの超有名兄弟が出てきて、顔がだって似てるもん。もう同じチームで同じ兄弟もうなんかもう本当赤木レッドサンズって感じのナンバーワン、ナンバーツーが出てきて、なるほどね、そこで赤木って熱すぎ、そう、しかも選んだコースが赤木いやー熱すぎでしょ。さあどういう戦いになっていくかというところですね。いやでも勝ったらまさにリアルな、もう本当にね、しかしランキング1位のその下馬評の強さっていうのは、これザベイは本当によく頑張ってきましたよ。いやここまで、そうですね、でこのオンラインランキング1位のザベイ VS 当日予選1位のチーム水戸黄門、またこのなんていうんですかね、相反するところが出てきて、この大会の趣旨通りというか、オンライン予選で勝ち上がってきたところと当日予選も出てきた猛者が、そうですね、また当たるっていうのがいいですね。しかも中身が全部接戦だったところがまたドラマあるじゃないですか。いやもうしかも1試合1試合ちょっとドラマがあるのが素晴らしいですね、はい、さあ決勝ですよ。じゃあもう会場の皆さんも最後1試合をよろしくお願いしますね。盛り上がっていきましょう。さあスタートしていきました。さあどちらが前を取るか、いや寄せていく、並んでいく、並行していくが、いやテンペストさんが前を取っていきましたね。さあこの両者の所持選択は FC 同士というところで、もう本当己のスキル同士、はい、もう戦っていくところですね。逆にもうケツアナさんとしてはもう暴れるだけ暴れていただいてもうエンターテイナーとして沸かせていただきたいところですね。いやただ決勝も頑張ってましたからね。そうですね、うわもうゴリゴリ守っていく、いやただ外から行く、さあただを守っていく、いやもう本当にいや接戦だ、いやただまたここクロスラインを狙っていく、いやここの戦いがまた熱いですね。もうコースの戦い方としてはもう赤城は最後の4セクターにある連続4つのヘアピンをどう勝負するかが肝になってきますので、はい、そこまでのもうこの試合の駆け立て方からもうちょっと注目していきたいところですね、はい、さあここで抜いていった、さあここからまた間合いを考えていくが、さあここの後のきつい右コーナー、これを気をつけたい、いや前を譲ってさっき、いやうまい、ここはもう処理の仕方が抜群でしたね。ちょっとこのブービートラップを仕掛けてケツアナさんが来たんですが、ここにもはまらなかったですね。さあただまたケツアナさんが抜いていく、いやもうしゃべり追いつかない試合展開ですね。いやまさに、いやとさあここからまた左コーナー、右左とさあ連続の、さあ振って振ってケツアナさんが守る、テンペストさんが攻めていく、さあここインに入るか、いや立ち上がりでまた打っていく、いやケツアナさんがまた守っていく、
これ展開的にはケツ穴、先ほども3席から本当に前を譲りませんでしたからね。そうですね、これちょっと試合展開としては五分ですね。そういう部分で相手にプレッシャーをかけ、最後の焦りを誘発した部分では、さあただここの最後の攻めというのはもう見物ですね。はい、さあさあここはアウト目から来て飛び込んでいく。いやこれはちょっともう狙われましたね。さあ最後追いつけるか、いや離れていく。さあ最後左コーナーを回って、いや拍手が上がってきましたね。これはいや第1試合勝負ありましたね。これはテンペストが強かったのか。これはさあチーム水戸黄門ワンセット取りましたね。はい、まずは先勝水戸黄門。さあそしてこれを上り対決に託します。さあここからまたメンバーチェンジですが、まあ第1試合としては、まあ、その勝負の要の4セクターの2個目のところで、そのテンペストさんが仕掛けたライン、もう1個目からもうあのラインを狙っていたんですよね。外目から入って、はい、その切り返していくときに相手が来ないラインに飛び込んでいく、もうそこがもうバッチリ決まってしまったっていうのがもう勝負のつき方でしたね。はい、それでは上りのドライバーさん、はい、さあお願いします。さあ来ましたね第2試合。これただ今日のまあ言ってしまった大会の一つの台風の目とは言いませんけど、トラベリング、そうです ね、ちょっと今日なんていうんですかね、異様なオーラを放っているプレイヤーの一つですね、一人ですね。さあ逆にもうスレイヤーさんとしてはどう戦っていくのか、もう相手のスキルは多分分かっていると思うので、もうお互いもうこの場のどういう選択をしてくるかっていうところだと思いますね。さあチョコさんとしてはどうですか、第一試合を見た感想は。いやもうねすごすぎて、まあもう次元がもうね違いすぎて、まあそうですね、もうもうトップの中のトップの方々なので、もうね見とれてたら本当にあっという間で、そうですね、でなんか攻める時もなんかもうあっていうタイミングで終わっちゃうっていうか、もう本当瞬時のタイミングなんですよね。さあどう勝負がついていくか。さあもう最後の戦いなのでちょっと注目していきたいですね。はい、このまま行くのか、スレイヤートラベリングがまた巻き返すか。さあスタートしていきました。さあ前を取っていくのは、いやスレイヤーさんが取っていきましたね。さあただトラベリングさんがまた抜き返してきた。いやここら辺の両者の思惑というか、そこら辺はちょっと注目していきたいところですが、両方今度は FD、 そうですね、もう赤毛というところで、しかも上りなのでちょっと FD が特性としては合っているんではないかなというところの選択でしょうね。なるほど。あと注目していただきたいのは、もうスレイヤーさんに至っては FD のタイプ RS からタイプ R に乗り換えてきたんですよ。あ、本当だ。もうその人ちょっと同じタイプの車種の中でも細かい差を切り替えてくるっていう、このもう抜けのなさっていうか、もうここら辺が出てますね。さあ守っていって、またトラベリングさんが前に出ていきましたね。もうここら辺はもう五分といった戦いですが、いやー右を曲がり、そして左飛び込んでいくか、いや出口は塞いでいる。もうここら辺はお互いスキルを分かっているところなんですが、いや狙っていった。いやもうちょっとこれ息を呑む展開になってきましたね。さあここでスレイヤーが多少広めに相手からリードを取っていますが、さあここのきつい左コーナー前で守っていくか、飛び込んでくるか、いや様子を見てきた。いやただもうスレイヤーさんの逃げ方がもうめちゃめちゃ早いので、はい、うかつに飛び込むとやられるんですよね、この領域っていうのは。さあここで抜いていった。さあ逆にここから最終セクターにつながる、ここの左右からのストレートですね。さあフルクラムが抑える、トラベリングが抑える、左右抑えていくが、いやこれは抜けるか、いや抜いていきましたね、抜きましたね。さあここから第4セクター、きついコーナーが続いていく。さあこのリードの、さあ左右と振る、さあここの右だとどう飛び込んでくるか、インにいるか、いや様子を見た、左の右クロスライン狙ってくるが抑える。いやこれは早い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 。さあ最後最後こ
ここの左右からのさあどうなるか。さあ外から来るか。いや抑える。からの飛び込みたい。飛び込めるか。いや飛び込めない。いやこれはちょっと勝負だ。いやこれはちょっと勝負がありましたね。さあ最後、いやさあ優勝へのウィニングランですね。この男は強かった。勝者スレイヤー、そしてこの岡山走り屋交流会地方最強戦、優勝は水戸黄門。はい、では表彰と表彰行きましょうか。はい、一旦ちょっと前の方にね、マッケポンとチョコさん前の方に行っていただき、さあ水戸黄門チームの方は前の方にお願いします。もう6人ねマックスでいるので、もうみんな出てきましたね。はい、さあさあさあ、じゃあ優勝インタビューからいきますか。そうですね、はい、まずそこからいきましょうか。じゃあ代表してリーダーのテンペストさんからお願いします。今日は重々やでこれは優勝の焼肉ですかさあじゃあ続いてスレイヤーさんもう一言お願いします。最後勝ててよかったっす。ああもう安心という感じで。今日は焼肉行きます。いやまたその他のチームメンバーの方もそうですね、妙義を戦った慶友龍さんも。まあみんなで頑張って勝ち取った優勝なんでとても嬉しいです。もう他のメンバーの方も一言思いつつ。いや僕ちょっと緊張してやらかして負けちゃったんですけど、やっぱりみんな立ってくれて、ほんま水戸黄門最高っすわ。出るマイクなかったけど最後は重々やで。最後は重々やで。さあチーム最年長の今日出てないですけど MJ です、よろしくお願いします。はい、ということでチーム水戸黄門 の水戸黄門の仲良しさが分かる優勝インタビューでしたね。はい、あ、すいません、ありがとうございます。まあでもね、本当に多分最高のね、今日一日になるかと思うので、はい、もうこのメンツのこの戦いを制して勝ったということは、はい、まだまだこれから本当にイニシャル D ゼロもっと続いていく中で、本当ね、さらに頑張っていただいて目指される存在でいてほしいですよね。そうですね、はい、これからもうこの西日本というかもう全国から注目される存在になると思うので、はい、はい、さあではチョコさんの方からこちらの方贈呈いただきましょう。はい、まずチームにはですね、ゲームのこちらの方で、何でしたっけ、マッケポンステッカーでしたっけ。はい、そうですね、はい、チームステッカーの方が、後ほどこちら、生成されるのと、そしてこちらの優勝の盾を贈呈させていただきます。はい、おめでとうございます。はい、はい、おめでとうございます。チームメンバー全員で写ってもらってこれね、写真撮るんでちょっと配置を考えて前の方しゃがんだ方が写りやすいですよ。そうですね、前3人とうまくこう後ろ3人みたいな感じで、間にボードを挟む感じかな、多分それが一番いいと思うあ、いいですね。はい、チーズハハ顔が映ってないはい、ありがとうございます。もうおめでとうございます。おめでとうございます。持って帰ります持って帰ります回収らしいはい、ということで改めて優勝されましたチーム水戸黄門に大きな拍手を送りください。
ではチーム水戸黄門のメンバーの方、スタッフの方でですね、ちょっと諸手続きございますので、あの別にあの影連れてかれて怖いことされないので、こちらの手続きの対応をお願いします。いやーしかしすごかったね。いやーもうなんかストーリー性がありすぎましたね。いやよかった本当に、なんかもう人間味が面白かったです本当に。戦いもそうですけど5会場目にしてこんな両コンテンツになってるっていうのもまたね、もう感動的ですね。感動的ですね。さあではここからいよいよエキシビションと相なりますが、マケポン、はい、今日の会場の皆さんの目の色テンションは今高いですね。最高潮に達してると思います、はい、さあということで皆様アイミーカードですね、そちらのリーダーにかざしてる方、みんなピッピッピッってやってくれましたか。そうですね、アイミーカードかざしていただくとこのエキシビションマッチ後にいいものがもらえますので、よかったらタッチしておいてください。アイミーのカード今ここでタッチしないとねちょっと撤収してしまうので、タッチし忘れないようにしてください。これからエキシビションマッチを行います。この会場のどなたかが、今日こちらに来ているゲストお二人か、から勝利を奪いますと、なんと、1万ドライバーズポイント、はいそうですね、まあ、1万かなりでかいですからね。こちらがもらえる、はい、全員がもらえるということなので、そうですね、ちょっと負けられないですね。会場が一体となって応援をしていただきたいと思います。はい、でさらに今回、はい、これ参加いただいた方にはですね、オプションがつきまして、オプション、なんと参加いただいた方もし、まあ、勝利かどうか分からないですけど、こちらのクリアファイルにサイン入りサイン入りクリアファイル、このサイン入りって言った瞬間の微妙な空気がすごい嫌だったんですが、真ん中にチョコさんのサイン、そしてマッケポンもサイン書いてます、はい、左上に、あと僕もなんかちょっと書かせてもらってるんですけども、もうこれオリジナルですか、ここでしかもらえない、ここでしかもらえない、うん、さらに、その対戦ドライバーとのツーショットもできるとそうなんですね、はい、そういう、はい、っていうのがあるらしいです。はい、わかりました。まあなのでこれは記念にね、参加でもらってって、はい、はい、ぜひこちらを振るってご参加いただければと思います。はい、さあでは今日まず最初にまあ、どっちから行く？チョコさん、マッケポン。僕ですよね。ですよね。マッケポンとこれから対戦をしたい方は手を挙げろあら、一人しかいない。さあ、さあ、二人、三人。お、結構上がってきた。四人、五人。四、五人。さあ、じゃあこの中で。じゃ、はい、じゃんけんでいきます、5人でじゃんけんね手挙げた方じゃそのまま手挙げておいてください、はい、でマッケポンとじゃんけんかな。じゃあそうですね、いきますよ。はい、勝ちのみね、勝ちのみです。はい、アイコと負けはそのまま手下げます。はい、いきます。最初はグーじゃんけんポン。いや、アイコしかいない。アイコと負けしかいない。マケポン全員殺しちゃいました。はい、仕切り倒しでもう一回、はい、もう一回やります。最初はグーじゃんけんポン。おパー2人、はい、パー2人、じゃあそこ残りました。アイコもね残念ながらあれなので、はい、じゃあそこ2人で決定戦しましょう。勝った人同士、はい、勝った人同士、後ろの、はい、最初はグーじゃんけんポン。アイコでしょ、アイコでしょ、アイコでしょ。さあ勝ちました、挑戦権を得ます。さあ先ほど参加されていたヒカルさんですね、前の方にお願いします。あ、じゃあちょっとあ、こっちではい、よろしくお願いします。今日はどちらから。あの、島根から。島根から。島根から。これはまた山っていうんですかね、中国山脈を越え山陽道を通って山陽道をずっと走ってきました。山陽道をずっと走ってきたということでじゃあ意気込みのほど一言ね。勝てるかどうかは分かんないですけども、まあ、あのベストを尽くして、あさっきイロハの下であの大変申し訳ないあの逆走の仕方したので、まあ、とにかく今日は自分のベストを出してあの悔いのない走りをしたいと思います。はい、ということでちょっと僕も負けないように頑張ります。はい、はい、さあそれではマケポンはいつも通り、ま、マケポンヘッドセットをつけてもらいます。
こちらの方にお願いします。あ、OK ですか、はい、声入りましたね。さあ、では最初の挑戦者、これは皆さんがね、挑戦者を応援していただく形になります。ハイターのレベル97、ヒカル選手。チーム神有月メンバーで先ほど参加していただきました。コースはどこになるのかな。コースまだ決めていないので、ちょ、あ、選択権がちょうどそちらに、ちょうど行ったんで、はい、好きなコースを。どこですかね。マジか。さあ、どこを選択するのか。さあ、選んでますね、ここは真剣に選んでますね。薄い、薄い、おー、薄い、薄いの右回り、薄いの右行きましたね。いや、ちょ、やばいですね。夜、今日は薄い出てないですか、ね、出てないですね。さあ、さあ見てまいりましょう。はい、さあどういった展開になるでしょう。さあ、マケポンバーサス光る、まいります。レディーゴー。あれですね、早速マケポンは新しく登場した。そうですね、今回のアップデートで新しく追加された S207、まあ、WRX-STI ですね、まあ、この車をちょっと使っていきたいと思います。まあ、まだちょっとそんなに回数を乗れてないので、あんまり大げさなことは言えないですが、はい、結構使いやすい部類の 4WD かなって個人的には思っていて、まあ、対戦とかだと結構車体もでかいですし重宝するかなと思ってます。ただ抜かれました。ちょっと集中します。さあ、解説もしながら大変だよな。本当にマケポンは冷静に抜かれましたね。そう言ってる感じに光がまずは抜いていった。さあ、 20m の差をつけて、まずは左、そして右と、ここはまず綺麗にそのリードを生かしながらコーナリングします。さあ、続いての左、そしてマッケポンがそろそろ後ろにくっついてくる。さあ、こんな振りながら、ブロック、さあ、ローラ、内を刺してくる。インをしっかり狙っていた。そうですね、あの薄いの抜くときのポイントとしては、あんまりラインに固執するっていうよりかは、ちょっと抜け速を意識していきたいところですが、また抜かれましたね。さあ、まずここで第2セクションに入ります。マッケポン現在ビハインド、しかしさあ、ここから大きくコーナーが、いやー、ちょっと待って待って待って、危ない危ない危ない、入れさせないように光る選手がしっかりと、いやーっと、しかしインを強引に抜いて、さあ、今度はマッケポン左大きく、あっと、これインを狙われていたが、だがここどうでしょう。いや、うまいですね、マジで。ちょっとヒヤヒヤ。さあ、まだ第2セクション、十分この2人のこの実力者、実力差という部分はほぼ五分というところでよろしいのか。さあ、右にコーナーしっかりと曲がり、また、マッケポン左、さあ、右。ここなんでしょ。あぶない、コーナーをしっかりコースを潰しながら、いけるマッケポンが完全に勝ちに来ている。さあ、外、いやー、ちょっとおめでとうございます。おめでとうございます。光が最後の最後、いやー、素晴らしい勝利ということで、皆さんおめでとうございます。全員
1万ドライバースポイント獲得。おめでとうございます。いやどうでした。いや超悔しいですね。最後めっちゃ悔しい。いやちょっとケアしきれなかったですね。あのところが。ヒカルさんはどうでしたか、戦ってみて。もう最後の最後まで本当気が抜けなくて、もうこっちとしてはもう自分が今まで全国対戦でやってるような、もう本当このコース来たらもうこのベストの走りをしようと思って、もうそれがもう完璧にできたんだ。もう素晴らしいコメントですね。日頃の練習を全て生かせたっていう。はい、そんなヒカルさんにはこちらのクリアファイルがプレゼントになります。ありがとうございます。でさらにですね、このクリアファイルプラスツーショットを誰かと撮れるということで、あーっと、まあ、これは分かってますよ。これはね、ツーショットはありがとうございます。はいはい、ツーショットね。カメラ持ってますか？ あの携帯のカメラとか。はい、じゃあまあ準備ができ次第いきまーす。いきまーす。はい、チー、はい、いきますよ。いきまーす。はい、チーズ。はい、もうありがとうございます。もうすごいですね、嵐のごとく。水島の応援団の方が、はい、ということで見事これで1万ドライバースポイントを獲得したんですが、やはり各会場ではですね、このチョコさんとプレーしたい、対戦したい、対戦したいという方がですね、はい、本当に多いので、さあ獲得はしているもののチョコブランカと対戦したい方、はい、手を挙げろー。はい、おちょっと待った、お願いします。ちょっと待った、僕は見つけてしまった。見つけてしまった、見つけてしまった。何を見つけてしまったの？同志の方を見つけてしまった。同志どうしたの？はい、いや女性いるんですよ。あ、女性、ちょっと女性対決見たくないですか？女性が2名、女性と、お、女性多い。1、2、3、あ、さ、女性3名、3人もいる。女性3人、なるほど。女性同士でしたっけ？つまり今これマッケポンは男性に空気読めって言ってることですね。その通りでございます。なるほど。じゃあ女性の方3名ちょっと、まあ、はい、ちょっと見える位置に来ていただいて、ぜひお願いします。ぜひじゃんけんしていただける、じゃんけんをしていただいて、はい、じゃんけんお願いします。心前でじゃんけんをお願いします。はい、はい、いきます。最初はグーじゃんけんぽい、パー勝ちで、はい、もう最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょう。お、勝ちました。はい、それではインタビューします。はい、もうマケポンが自分からね、もうあえて指名してきたので、はい、女性プレイヤーっていうのね。じゃあいいと、今日はどちらから？あ、兵庫県から。お、兵庫県。兵庫県、私の出身地でございます。おー、ゆかりがある。自信のほどはないです。さあ対するチョコさんは、自信は？え、いや、自信はないですけど頑張ります。ないですよね。僕は補足します。そこそこうまいと思います。いや絶対そうでしょ。僕知ってます、彼女。あ、そうなんですか、はい、あ、そうなんですね。はい、認知してます。じゃあ、まあでもね、なんか同じ出身っていうところもあるので、そうですね、ちょっと負けられない感じがあります。コースはどうしますか？妙義上で。妙義上ということで、妙義で、妙義、はい。じゃあそのままシートへお願いします。はい、シートへご案内です。はい、いやそうですね、確かにこのエキシビション女性ドライバーが本当にね、参加してくれることで、そうですね、もう嬉しい限りですね。さあ、ランマ選手です。
さあスタートしていきますか。ちょっと解説したいなと思います、ね。はい、もう妙義ですよね。妙義の上り、上り、上りちょっとチョコさん、あのね、妙義はね、実はね、まだ全然ダメなんですよ。ほう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 、ここはちょっと注目ですね、どうなっていくか。うん、頑張ろう。まあでもチョコもなんだかんだでレベル80までいってますからね。いや、練習してたら行くんですよ、ここまでは。さあ、ちょっとプレイスタイルは注目したいところですね。お願いします。さあ、チョコ VS ランマ参りましょう。妙義上り。さあスタートしました。お互いの車種選択は RS 同士ですね。 FD のタイプ RS、 まあなんか趣味も通ずるというか、なかなか似た者同士っていう感じがすごい面白いですね。さあ、ただコースの得意だったりスキルはどうなるのかっていうところが注目ですね。さあ1コーナー、いや、お互い綺麗に抜けていく、いや、いいですね。さあ2コーナー、いや、うまいうまいですね。意外とチョコさんが僕の思ってたより走ってるので、あー、こそれしてるんだなっていうのが。いやー、もう喋れないですねこれはちょっと多分走った感じ分かると思いますが、そこそこライン取りとか見ても本気組の雰囲気が感じると思うので、真剣に戦っていただけると思いますね。さあ、ちょっとプレッシャーかかりましたよ今本人。いやー、ここら辺にちょっと逃げられていく。あー、ちょっとまたテンパってギアを操作ミスしていくが、さあここから落ち着いてもう一回行きたい。仕方ないですもん。ちょっと一回心を落ち着かせていきたいですね。コースがわからないさあ、もさあここから第2セクションから第3セクションに通過していくが、さあちょっと 100m のリードをつけられているので、ここは頑張って追いついていきたいですね。いや、この全国にいる女性プレイヤーの中でも本当こういうすごい走れる人が多いので、僕自身もめちゃめちゃびっくりしますね。そうですね。しかも各会場来ていただいても本当に嬉しい限りですね。さあ、こっから右コーナーを抜け、いや、このランマさんの車の背中が遠い、追いつけそうで追いつけない。追いつけないよ。さあ逃げていく。いや、本当に速いですし、いや、普通にミスをしないそう本当にミスしないんですよ。さあ、このまま行くとやばいぞ、完封されてしまう。ラマさん、第4セクション行ってますからね、今。第4セクションだ、ちょっと一瞬食いたいところだ。さあ、1個目、落ち着いてドリフトを決めて、いや、いいですね。さあ、2個目も。さあ、じわりじわりと詰まってきてるが、追いついていけそうだが、射影がやっと見えてきたか。いやー、相手も速い。さあ、最後、右、左を曲がって、この後の直線で追いついていきたい。いやー、追いつけるか、これは微妙な距離だ。背中は見えているが、いや、最後ミスったいやー、これは逃げ切られた形ですね。いやー、本当に驚きました。これは強かった、はい、ありがとうございます。ランマ選手、素晴らしい。はい、ということで、いやー、もう素晴らしい走りでしたね、本当に。いや、でも普通にもう今ね、これ画面はチョコサイドだったので、はい、もうランマさんのを見てたんですが、本当にもう走りが安定していて、操作も本当に丁寧で、ちょっと最後インタビューしてもらう形で、はい、いやー、早かったです。もう全然追いつけなくてありがとうございました。結構普段練習されてるんですか？あんまりしてない。めっちゃうまいのにあんまりしてないってベースがうまいタイプですね。ね、うん、またどこかであったらぜひ対戦してください。うん、ありがとうございました。本当にありがとう。じゃあクリアファイルの方。と記念撮影ですかね。記念撮影どうしますね。こっちでしょ。まあ、あの誰でもいいですよ。チョコさんと。お願いします。はい。ありがとうございます。カメラの方を用意いただければ。カメラ持ってきてるかな。あ、ポケット入ってますかね。はい。いきますよ。はい、チーズ。
ズ。いやいい写真ですね、本当にありがとうございます。はい、おめでとうございます。さあということで、まあこの強力なメンバーがいても2連勝ですかね。いやさすがに大会も強かった。さあドライバーズポイント1万ポイントなんですが、もうアイミー、うわさっきタッチ忘れたという方、半30分までもう今まだ今なら間に合うぞ、はい、今なら間に合うぞアイミーカード、タッチし忘れた方いらっしゃったら、さすがにちょっと機械のね、あの撤収の都合上30分、3時30分でこれ回収してしまいますので、もうちょっとありますよ。はい、あよかった、最後一人滑り込み、はい、間に合いましたね。はい、ありがとうございます。こちらのね、方はじゃあこれでいよいよ今日のこの放送の中での、項目というのすべて演目が終了となるんですが、まあ今日のちょっと感想総括をですねそれぞれ聞いてみたいなと思います、はい、そうですね、マケポンから、はい、いやもう回を追うごとにこのなんか成長してる感というか、皆さんが楽しんでいってもらえているのが一番嬉しいことですし、この岡山に限ってはなんかもうすごい応援だったりとか、すごい人間味あふれるところがすごい好きで、もう本当にこの土地のイニシャルはすごいいいんだなっていうのが分かったのが、もう僕は何より嬉しかったですね。はい、あ、もうありがとうございます、本当に今日はありがとうございます。解説マーケポンに大きな拍手を送りください。そしてチョコさん、はい、いや本当に今日も本当すごい走りから、あともうチームで応援し合ってとか、本当にいろんなドラマを見させてもらってもうお腹いっぱいです。今日は岡山で何か美味しいものなんかおすすめってあります？ついてこい。ついてこい、まさかのついてこい。ついてこい、あー、なんかあげるとしたら何が、それを食べて帰りたいなと思うんですけど。ママカリ。ママカリ、あー、僕昨日食いました。あ、嘘、いいな。美味しいですよ。じゃあ今日はママカリを食べて帰りたいと思います、はい、岡山の皆さん本当にどうもありがとうございました。はい、チョコブランカさんに大きな拍手を送りください。いやしかしね、本当にまあもうメンツが温かいっていうか、いやもう本当にいいことですよね。ね、ゲームセンターの中でもこういうリアルコミュニティの中でもう結構みんなで一緒にバカやって、でもみんなで一つのこれ忘れない思い出になるじゃないですか。ああ、そうですね、いやすげえ応援の人いたなとか、勝手に記念写真割り込んで来られたなとか、あとケツ穴っていたよなとか、いろいろ多分ね、いろんな思い出があると思うんですけども、でもやはりこの大会を含めてやっぱこのみんなで会って一緒に応援するから、このゲームの楽しさって広がると思うんですよ。本当にこの走り屋交流会というのはそういうリアルコミュニケーションという部分をもうちょっとね、我々がお手伝いをして発展させていけるようなことを目的としておりますので、はい、ほんでそういった意味では今日の岡山の会場の皆さんがこれだけ盛り上げてくれたことは、我々本当に感謝ではございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。次は8月の何日だっけ、29かな、20日、8月の20日か、はい、20日ですね。20日です、我々ついに次は石川県、北陸、北陸行ってまいりますんで、すごいですね。北陸に来る予定の方、おいといて、本当に結構遠いですよ。待ってますんで、じゃあまあでも本当またね、本当こういったイベントならずもいろんなね、多分これからお会いできる機会作れればなって当然思ってますから、ぜひ皆様にまたお会いできることをですね祈りつつ、本日のイベント締めさせていただきたいと思います。ということで本日の走り屋交流会 in 岡山、こちらで放送の方を終了させていただきたいと思います。生放送をご覧の皆様、会場の皆様、今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。